内で集団的自衛権、それは自衛化侵略か集会にお越しいただきましてありがとうございます。本日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。それでは最初にプログラムの紹介をさせていただきます。まず最初に、最近の集団的自衛権をめぐる流れと、あと市民の活動につきまして青木和正さんよりご紹介をいただきます。その後、吉田雅宏さんよりご講演をいただきまして10分間休憩を挟みます。その後質疑応答の時間を設けまして、その後で、今後に向けての行動整理などをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではまずはじめに、キーズニュースの青木和正さんよりよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。お集まりいただきましてありがとうございます。連休の初日ということで皆さんお忙しいところ集まっていただきましてありがとうございます。私はピースニュースで神奈川を中心に平和の活動とか反基地の運動をやっています。でこの間秘密保護法を考える市民の会の一員として活動しております。次はで最初にですね、こういう今日の集会を持つに至った経過も含めてですね、秘密保護法を考える市民の会のこれまでの動きをちょっとご紹介させていただきます。昨年の10月なんですが、福島老朽原発を考える会というまた別の団体がありまして、そこの学習会でですね、秘密保護法の話が出ました。2013年の10月ですね、ついこの間なんですけど、遠い昔のような感じもしますけれども、秘密保護法が大問題だということで、脱原発、反原発の活動する上でもいろいろ原発に関わる秘密がもろもろあると、そういうものを私たちがいろいろ調べること自身が犯罪になりかねない、そういうようなこともあるというようなことから、非常に危機感を持って、すぐその場でですね、何かしなければというような形で、市民の会という名前を急遽つけまして活動を始めました。ですから脱原発とか福島の事故被害の問題を取り組む市民、それから沖縄の基地の問題、それから神奈川の基地の問題とか反核平和運動を取り組む市民が集まって動き出したということです。でまずはシール投票をしようと、まだ市民に当時あんまり知られてなかったんで、シール投票という形で知ってもらおうということで、すぐにですね、翌日から、これもものすごいんですけど今考えてみると、翌日から3日間も続けてですね、シール投票をやった。それから10月25日に、秘密保護法の法案がいよいよ上程されるということで、閣議決定が行われるということで、官邸前でのアピール行動を行いました。それからその後ですね、市民500人で国会へ行こうということで、これも今までにこういう活動の例ってあんまりなかったと思うんですが、11月の5日から8日と11月の18日から20日まで連日ですね、今日もここにもいらっしゃいますけども、満田さんとか坂上さんをリーダーにしてですね、市民が入れ替わり立ち替わり集まってですね、連日議員を回る行動をしました。本当に連日やりましてですね、私なんかついていけなかったところもあるんですけれども、みんなできる参加できる時間でやろうと、できることをやろうというような熱意で、大体500名ぐらいの方が本当に参加された、そういう状況です。そういうような活動の中でですね、だんだんこの秘密保護法の問題が知り上げるようになってですね、いろんな活動が行われてきたというふうに思います。で国会は私たちも国会前でのアピールの行動とか、ネット署名ですとか、政党への要請行動とか、集会などもろもろの活動をやりました。非常にそういう意味では短期間だったんですが、非常に集中した行動で市民の運動が盛り上がったと思います。ところが残念ながらですね、12月5日参院で皆さんご存知のように最終的に強行採決で、可決されてしまうという状況が起こったわけです。はい、でただですね、年を明けて多くの団体市民がですね、これ終わったとは思ってませんで、
肺がんにしていく、そういう取り組みをやっていこうという運動が今も続いています。私たちも、まあ、それを継続しているわけですけれども、さらにそこで新たな課題が出てきているということです。年明けの1月21日に私たち秘密保護法と民主主義の危機院内集会ということで、集会を持ちました。でその集会を通じてですね、さらに明らかになったのは秘密保護法の制定も問題ですけれども、やっぱりそれだけではなくてですね、安倍政権がですね、この間安倍政権の暴走と言ってもいいと思うんですが、さまざまな戦争準備の政策が進められているということが、まあ、明らかになったわけです。はい、で、それはですね、昨年の11月ぐらいから皆さんもよくご存知だと思いますが、ここに書いたように日本版 NSC 法の制定ですとか、国家安全保障戦略の制定等々ですね、ここに書いてあるようなことがですね、一挙に行われると。で年末には、靖国神社に安倍首相が突然参拝するということでですね、日中日韓の関係も非常にまずくなる、そういうような状況になってきているわけです。はい、で、改めてですね、集団自衛権の問題が何、それで新たに出てきた問題として、特に年明け以降ですね、問題になってきたのが集団自衛権の行使を容認するということです。で集団自衛権というのは何かというのは、ここに来られている方も皆さん十分ご存知と思いますが、密接な関係のある国がですね、攻撃を受けた場合に、それに、自国は攻撃されてなくても戦争に加担する、戦争を行うという権利で、これは歴代のですね、内閣の法制局では憲法9条の制約上ですね、これは行使できないということが、ずっと確認されてきているわけです。ところが実際にはですね、内閣法制局長官にすでにですね、安倍首相の意を組んだ人事が行われてですね、小松、新長官になっていくというようなことですとか、麻生副首相がですね、ワイマール憲法の発言をしました。これも皆さん記憶にあると思いますけれども、憲法を変えるんではなくてですね、ナチスの手口に学んだらどうかということで、個別の項目で改悪を進めてきたらどうかという趣旨のことを述べたわけです。はい、で、まあ、そういうような動きがあるわけですけれども、ちょっと遡ってみますと、実は解釈改憲というのは今出てきた問題ではなくて、歴代政権がずっとですね、ここを、まあ、20年ぐらいですね、いろいろな形で進めてきているということがあります。1992年には PKO 法が通って、自衛隊の海外派遣が可能になりました。その後99年には周辺事態というのが通りました。周辺事態というのは地理的概念ではなくて、事態の性質に注目した概念だということで、結局世界中どこでも米軍の後方支援が可能になるというような法律がすでに通っているわけです。それから2001年にはテロと訴法ということでですね、実際に自衛隊の海上自衛隊がインド洋で燃料補給をする。それから2003年には有事法制というのが通ってます。国民の基本的人権も制約されるようなことがですね、武力攻撃が予想される状況では可能だ、先制攻撃も可能になるような、そういう法律がすでに準備されています。それから2003年小泉政権の時ですけど、イラク特措法が通ってですね、多国籍軍への燃料補給が可能になって、で陸上自衛隊が、イラクへ派遣されて、それからさらにですね、イラク国内では、米兵や武器の輸送をですね、航空自衛隊が行うというのがすでに行われています。で2004年には有事の際に国民の権利、自由を罰則付きで制限する、こういった法律がすでに通されているわけです。はい、ご存知。ということで、できないのは、結局今の状況では最前線で引き金を引くことはできない。
これはそういう意味ではさまざまな形で解釈改憲が進められてきましたけれども、やっぱり最後の一線で憲法9条というのが効力を発揮しているんだというふうに考えます。でそこが今ですね、変えられようとしているということになるわけです。はい。で、本当にこの1週間ぐらいの動きをちょっとここに書きましたけれども、3月17日にですね、9年ぶりで自民党の総務懇談会というのが開かれて、慎重論が続出というふうに、報道されています。ですが、いろいろ新聞よく読むとですね、自民党の幹部の発言としてガス抜きというような言葉も使われてますので、あまりこの慎重論に、惑わされて油断してはいけないのではないかというふうに思います。実際の状況としては自民党の石破幹事長がトップで、首相直属の機関でこの自民党内の、議論をまとめるということが今動いております。で一方で自民党の幹部で、閣議決定は秋 の, 沖縄知事選後とするというような意見も一部にはあるようですが、まだどうなるかというのは予断を許さない状況だと考えます。それから公明党は一応慎重姿勢だと報じられています。3月19日からですね、議員の勉強会を開いているわけですけれども、具体論の中でですね、譲歩する可能性も十分考えられますので、これも非常に注意していかなければいけないというふうに思います。それから民主党はですね、解釈改憲に反対と言っていますが、これは両面ありましてですね、国家安全保障基本法というのを出してきちんと決めればいいんだというような部分もありますので、これも非常に要注意だということになります。それから維新の会、みんなの党は解釈改憲の変更を解釈改憲を容認する、そういうような立場になっております。はい。でここへ来てですね、皆さんよくご存知のように新たに出てきた武器輸出解禁の動きがあります。3月12日に、自民党公明党のプロジェクトチームで、に対してですね、政府が原案を提示する。で、武器輸出禁止三原則というのをですね、防衛装備移転三原則という非常に姑息な形でですね、名前を変えて、で武器輸出を原則禁止から原則許可へという、これも非常に大きな転換ですが、これも国会での議論もなしにですね、近く閣議決定で決められるという報道が流されています。はい、次の日。でそういうことでですね、秘密保護法を考える市民の会としては得意のシール投票で世論を喚起しようということで、早速昨日ですね、巣鴨の駅前でやりました。2時間半で、非常にたくさんの方がシール投票していただきまして、354名の方が、投票していただいて、賛成が37、反対が276、分からないが41ということで、武器輸出に関しては非常に、中身がはっきりしているので、分かりやすくて反対というような状況もあると思います。ということでですね、私たちまたこれからいろいろな活動を連日計画していましてですね、今日の集会の最後にですね、その辺の報道の提起もしたいと思いますが、私たち連日ですね、いろんな行動をしてきまして、今日はちょっと落ち着いた形でですね、安倍政権が進めている、あるいは安倍首相がやろうとしていることが一体何なのかということをしっかり考えて、どう進めればいいのかということをフランクにですね、議論してですね、次の行動をさらに実質のあるものにしていきたいということで、このような場を設けました。ぜひですね、石田さんのお話をしっかり聞いて、それからさらにですね、私たちの間できちんと議論してですね、明日からの行動につなげたいというふうに思います。以上です。ありがとうございました。本当に短い間にどんどん大きな動きが起きているなという感じですね。一緒に頑張っていきましょう。それでは吉田さんにご講演いただきます。
吉田雅宏さんはギブインピース Q プラス25の会員でいらっしゃいます。ギブインピースの前身であるアメリカの戦争拡大と日本の有志構成に反対する著名事務局で、2001年のアメリカのアフガニスタン戦争、2003年からのイラク戦争に反対、日本の加担と自衛隊派兵に反対して反戦運動に携わってこられました。また UMRC イラクウラン被害調査キャンペーン事務局として、アフガニスタン、イラク両国に対する劣化ウラン弾の使用に反対し、 UMRC ウラニウム医療研究センターの住民汚染調査を全面的に支援して活動してこられています。大阪の高校の教員でもいらっしゃいます。昨年は卒業式での君が予定少女に引き入れ退職処分を受け、研究委員会で争っているところでもあります。はじめまして、大阪から、来ました吉田雅宏と言います。どうぞよろしくお願いします。本職は先ほど、紹介いただいた大阪の高校の物理の教師を、しておりまして、今日は東京たくさん集まるよっていう話でいっぱいになって、上までいっぱいになったらどうしようかって思ったらどうか。そうならなくて安心したというか、そう言われてはありませんが、ともかく、私と同じような世代で同じような時代を生きてこられた人が、大半なんで、今起こっていることをどう見ようかという話を中心に、話をさせていただきたいと思います。で、職業から50分の話っていうのは慣れてるんですけども、ちょっと今日は、少し長めで事態そのものに言いつきながら話をしていきたいと思いますので、最初に80分しゃべらせていただく。 できるだけ授業中も生徒に寝ないのに頑張ってるんですけども、物理の授業って生徒はよく寝たりするんですけども、今日は皆さんの関心を引きつけられるように少しお話をしたいと思っております。よろしくお願いします。それではまずスライドをお願いします。実は今日は、2つの部分について話をさせてもらおうと思っているんです。で、1つは、集団自衛権、今青木さんの方からも話がありましたが、集団自衛権の話について、で、実はもう1つは、もっと大きな、話で、日本の軍事戦略そのものについて少し、お話をしたいなというふうに思っています。で、実はこの、大阪の高校現場って、青木さんから集会をしますので来てくださいって言われた頃から大変な、時代で、1月の末から、昨日まで、2ヶ月弱の間に、3年生の定期テストをして、1、2年生の定期テストをして、前期入試があって、卒業式があって、後期入試があって、5つの、テストを1月半ぐらいの間に必死でやるという状態で、しかもそれと同時並行に集団自衛権の話が、わーっと出てきましたよね。この1月ぐらいの間に出てきて、集団自衛権の話は皆さんの方が実はよく、ご存知なんじゃないかなとも思ったりするんですけども、もう一つの方の話は実はあんまり、新聞とかでも報道されていませんし、報道されても認識として、入ってないんで、そこの話から、少し始めたいと思っていますので、これは実感から始めたんですが、次から次から、いろんなことを言うてくるなという感じで、新聞、朝日新聞を取り上げさせていただきました。この頃に実は、プログラムがあるんじゃないかというふうに感じています。で、これはもう去年の中頃ぐらいから、安倍は秋の、秘密保護法以降ぐらい、どういう段取りで何をしようかというのが大体全部決めていて、それに基づいてやってるんじゃないかという、そういう、実感を持って、こういう一連のものは、もうそういうものとして出てきて来てると見る方が正しいんじゃないかっていうふうに、私は思っています。次お願いします。で、実は、そういう目で1月に少し、新聞を見てみますと、いろんな新聞報道があるんですけども、はい、お願いします。で、という記事が、いっぱい新聞のトップを飾ります。はい、お願いします。で、一つは、
尖閣上空侵犯に強制着陸マニュアルを封じが作っているという、そういう報道がされました。次お願いします。その次は島嶼防衛で強襲揚陸艦を導入するという報道がされました。これも検討ですよね。だから3つ目はあります。グアム島で戦術誘導爆弾の投下演習を封じがするというのがあります。で4つ目が尖閣上陸警備に自衛隊を出動させるというのを検討しているという、そういう話が出てきます。それから、邦人救出武器使用可能にするためにという記事が出て、で、1月は本当にてんこ盛りで、いろんな新しい動きが出てきた。で、私はこの一連の記事が出てきたときに自分の目を疑った。一体何のつもりだということなんですが、はい、次お願いします。実は、この1月の最初に出ました尖閣上空侵犯に強制着陸マニュアルというのは、ご存知と思いますが、尖閣列島というのはここにあるんですよね。沖縄本島から480キロぐらい、石垣宮古から170キロぐらいのところにあるんですけども、ここに中国の飛行機が、航空機が飛んでくる。で、領空侵犯をしたときに、領空侵犯機を、無理やり、その日本から沖縄からですが、戦闘機が飛んでいって、それを、逃げられないようにして、宮古なり石垣なり無理やり飛ばせて強制着陸させるって、そんなことを本当に考えてるのかというふうに思ったんですね。でというのは、まず相手がこれなんです。こんな飛行機です。軍の飛行機じゃなくて、今船舶の方でやってきてるのは、海洋局とか、そういう、公的機関のあれなんですけども、せいぜいプロペラ機に毛が生えたような、低速の飛行機がやってきてるわけ で、これをこっちまで連れてくる。で、実は途中で燃料がなくなって落ちたらどうしようかとか、それから、パイロットが脱出したらどうしようかとか考えてるっていうバカな話なんですけども、領空っていうのは、せいぜい、どれぐらいですかね、12海里ですから20キロ弱なんですよ。だから、一番長いところを飛んでも30数キロなんで、飛行機で行ったら10分ぐらいで通り抜けます。で、もしも領空侵犯されても10分経ったら航空上に出てしまうわけで、その出たやつを全部捕まえて日本まで無理やり引っ張ってきて、もう一回着陸されるっていうのは常識では考えられないんですよね。それをやるということ、ちょっとね、軍事筋おかしくなってるぞ。その国際常識で言えば、領空侵犯は近づいてきた段階でエスコートして入ってきてもすぐ出て行ってくださいというのが普通の対応なんですよね。で、今まで無理やり強制着陸させたとか撃墜したっていうのは、もう目の色を変えてよその国がやったら非難をしてたわけですよね。で、そういうことを本気で考え出してるっていうのは、ちょっと異常さがすごく強かったんです。で、次お願いします。で、もう一つの、と思ったのが、この島嶼防衛で強襲揚陸艦の導入を考えているという報道なんですよね。これ海上自衛隊なんですよ。で、島嶼防衛というのは、尖閣、よく見てたやつが分かるんですよ。名前はよく出てくるんですが、どんなところか皆さんあんまりご存じないんで、写真を載せましたが、これ南小島というんです。この平たいところがちょっとある。で、これ北小島というんですね。で、上が魚釣島と呼ばれる島なんですが、今島嶼防衛って言って、水陸、両用の上陸、要衆艇じゃなくて戦車ですよね、装甲車を買うとかいうことを言うてるんですが、どこに使うのっていう話なんですね。一番大きなこの魚釣島はとってもそういう装甲車が上陸できるような島じゃないんですよ。岩礁に近いですから、そんなところないわけです。それからこの平らなところがある南小島って 0.4 平方キロしかないですから、 0.4 平方キロってどれぐらいかって言ったら、600メートルかける600メートルしかないんですよ。で、そういうところに何ですか、ゲリラ部隊がやってきたら、どうしようかっていうんで攻めていかなあかんってわけですよね。で、そのためにこの船を買おうか
いう話で、これも、通常まともとは思えない。すでに日本はこの大隅級っていう9000トンぐらいの船を持ってて、300人ぐらいの、武装した、人たちをエルキャックっていうその砲爆クラフト艇で、陸地まで送ることができるんですけども、こんなとこ何千人も入れないでしょ。せいぜいもうもしもあったとしても、数十人の部隊で、しかもそんなのヘリ部隊から攻撃されたら終わりですから、軍事的にほとんど意味がない、ありえないんですよ。で、ところがそういう島嶼防衛を目的に、これ4万トンなんですけど、4万トンの、その強襲揚陸艦っていうのを、日本に導入しようかという話を、考えてる。で、これも海上自衛隊がもしも、報道されているの本気で考えてるとしたら、もう全然、とんでもない、話です。だからちょっと常識で考えられないようなことが起こってるぞっていうのが、この1月の段階での話ですね。次お願いします。で、ついでのところも国際常識から外れてるんですが、尖閣領域警備に漁船がいっぱい出てきたら対応できないから、海上自衛隊の船出すっていうのを検討してるって話が出てきたんですね。で、上は中国の、保安庁に当たる、海洋局の船を、外側が日本側かな、日本側の海上保安庁の船がエスコートしてという、そういう様子なんですけど、どこでもそうなんですが、領海で揉めている時っていうのは海上保安庁が出るんです。コーストガードが出る。なぜかというたら、戦闘にならないようにそうするっていうのが普通なんですよね。で、ところが、ここへ軍艦を出すとどうなるかって、そんなのがあるかと思ってみたら、長谷川のウォーターラインシリーズでそういう映画あったんですけども、これミサイル艇なんですが、どこの国の漁船か知りませんが、漁船の制圧用に、自衛官が出てくる。で、自衛官別にコントロールする方法何もないですから、撃つしかないんです。そうすると相手も軍艦出てきますから、当然その軍事上の衝突になるわけで、その国境紛争とかいうのは、軍事上のエスカレーションをさせないっていうのが基本なんですね。国際的な常識なんです。だから海上保安庁なりコーストガードがおるわけで、それをもう無視して直接こういうのを出すというのも、異常な事態という他のやろうです。はい。で、実はこの動きのベースになっているのが去年の12月からの動きなんです。はい。で、先ほど青木さんのところでも出てきましたけれども、国家安全保障会議と特定秘密保護法というのが、11月から12月にかけて作られます。はい。それから、12月の17日に国家安全保障戦略というのが出てきます。で、それに基づいて防衛計画の大綱が新しく作り直されて、中期防衛力整備計画が出てきます。はい。それから12月の末には靖国に参拝を強行して開き直りますね。平和のために俺が行ってきたんだと、こういうわけですね。はい。それから、その次の日には沖縄県知事を脅して、辺野古に新基地受け入れを表明させる。はい。それから、今もうまさにそこまで行って、次は今度は集団自衛権の解禁、それから6番目に武器輸出禁止3原則の破棄っていう動きに、次進んでるわけなんですが、今はここに焦点が当たってるんですが、実はこの上の2番からのところがすごく大きな意味を持っていることをまず知っておいていただきたい。はい、次お願いします。あ、それから、秋口に実はゴールはこれ、日米ガイドライン再開という問題が、出てきます。はい、次お願いします。それでね、国家安全保障戦略というやつで、当時新聞でも報道されたんですけども、どんな意味を持ってるかというのはあんまりよく理解されない。で、言葉で言えば、積極的平和主義っていうやつです。これをイメージし。で、内容的には、1957年に国防の基本方針っていうのが出て、大体それが少し変わりながら、日本のまあ、いわゆる防衛戦略の、柱で、その中身は専守防衛で言います。
それから、最低限の分離力、必要最小限の分離力で言いますという非分離大国、それから比較三原則という、でこういう中身であったわけなんですね。でこの中身を廃棄をした。で一国平和主義っていうのはもうやめますっていうのが積極的平和主義なんです。これはだから日本の軍事戦略、僕らが長い間親しんできた、まあ、政府の言い訳ですね、専守防衛ですと、軍事大国にはなりません、それから、比較三原則いきます、それから武器輸出三原則、守りますって、そういうものは実はこの段階で全部捨てられた。そんな認識国民がない間に捨てられたんですね。でそれに代わって、出てきたのがこの積極的平和主義で、で国際協調主義に基づく積極的平和主義にこれまで以上に積極的に関与します。というかもっと大事なのは国家安全保障の最終的担保は防衛力ですっていう軍事力による平和、それから、国際的な、協調主義っていうんですけども、PKO とか PKF とかそんなにどんどん出ていって国益に結びつけようという、そういうのが日本の軍事戦略になったっていうところが、実はすごく、重要なところです。はい、次お願いします。で、国家安全保障戦略というのが課題を挙げてるんですね。一番目にグローバルな課題っていうのが出てます。これは、国際的に、アメリカ軍の手が、なかなか及ばないところが出てきて、それを国連の PKO とかそういう形でやってるわけなんですが、それに積極的に出ていきますという、そういう課題が出てきてますよということですね。で2番目はアジア太平洋地域で、ここでは北朝鮮が順番的には一番最初にミサイル開発と核兵器の小型化で脅威だというふうに言うてるんですが、一番分量が多くてリアルに書かれているのが3番のとこなんです。中国は東シナ、南シナ海で国際的秩序と相容れない独自の主張、力による現状変更の試みをしていますって言われてね。力ずくで国境とかそういうのを無理やり変えようとする、そういう動きをしているので、その対外姿勢、軍事動向は国際社会の懸念事項ですと公開である。ということは、実際の日本の、この、軍事戦略の矛先は中国に向いている。中国に向けたものを、これからの軍事戦略の中心に置いていくんだという宣言が、この国家安全保障宣言で、いわば簡単に言うと中国を仮想的にしてやっていくということなんですね。はい、でだから、彼らが課題として挙げたのは、先ほど言いましたように実際には主要な想定は中国との軍事紛争、全面的な戦争というのはありえないと思ってるし、向こうは核兵器持ってますから、そんなのにはならないと思ってる。尖閣をめぐる小規模ないし小規模まで至らないような軍事紛争で中国をやり込める、それを、当面の軍事戦略の柱にしようというのがこの国家安全保障戦略、はい、次お願いします。でそのために先言いましたように国境紛争ないしはそれに至らない事態で新しい言葉を作りました。グレーゾーン事態、これは戦争ないしは武器による紛争になっていない状態での、軍事的対応という事態を新しく考えて、まあ、彼らも平時でも有事でもないというふうに言ってるんですけど、グレーゾーン事態というのを、設定してそれに対応できるようにしようというのがこの、国家安全保障戦略というものになっているわけですね。はい、次お願いします。でそのためにこういうことをしますというのアプローチというのはそういうことなんですが、いっぱい出てきてます。一つは、能動的、国益増進で、これは要するに安倍が外国行くときに必ず経済施設団いっぱい引き連れていきますよね。で TKO をどんどん行きまくってそこで日本の経済活動を、つばつけていきますという、そういうことを念頭に置きながら国際的な活動に出ていきますよということなんです。能動的国益増進、それから統合的防衛力整備というのは自衛隊を3自衛隊を一つのものとして運用するという後で出てきた。それから、武器3、輸出3原則改変ですよね。それからさっき
衛星誘導爆弾の話出てきましたけど、敵基地攻撃能力を今持ってないんです、実は。それを持つということを計画的に考えていきますというのが出てきます。それから、こういう文書で初めてなんですが、愛国心教育の推進というのが、出てきているという、もうだからこの国家戦略に基づいて、いろんなものを全部変えていく、かなり大幅な改変になると思っていただいてもいいんですけども、そういうのをしていこうという、ことであるまあ、日米同盟以下はまたちょっと後で、はい、次でございます。で、この戦略に基づいて、防衛計画の大綱というのと中期防というのが、出てきています。で、まずこの時代に 5% 増の軍拡をやる、まあ、中国は 10% の、軍事費増大をしてますっていうんですけども、人のことを言えないわけで、この、景気が全然、回復もしない、非正規の労働者が増えているっていうこのご時世に、これから10年間ですよ、5% ずつ、軍事費を増額するというのを基本の計画にしてる。それから、中国を仮想的にして、さっき言ったようにグレーゾーン自体というのを想定して、それに必要な戦力を作る。それから、統合機動的防衛力というのは、陸上、海上、航空の、軍事力を一つのものとして運用するという、そういうもの。で、それのための必要な、新装備を導入しますというふうになっています。次お願いします。で、具体的な中身なんですが、ちょっとここパスして次へ行きましょう。この中で出てきているのは、一つは、海空の、軍事力なんですね。で、この赤星が、さっき言いました、尖閣です。宮城と石垣と沖縄本島があるんですけども、でもうはっきりこの地域を念頭に置いた、軍備増強計画になっています。ちょっと一つお願いします。でまず今、軍艦というのは戦闘の軍艦48隻あるんですけども、54隻、6隻増やすという話になってまして、イージス艦が2隻あって、1艦隊増やそうというんです、要するに。で1つ艦隊を増やして、沖縄のこの地区に貼り付ける艦隊を新しく作ろうというのは基本計画です。で、実は海上保安庁は中国の海上保安庁と追っかけ合いをするために、多分2年ぐらい前からだと思いますけども、海上保安庁の大型の船を増産して、この地域に常駐する部隊をほとんど新たに作ってる、そういう状態なんですが、軍艦についても同じように、そこに配備する艦隊を作ろうということですね。次をどうぞ。それから、実は中国はこの第一海洋線というんですか、この、沖縄諸島のこの線を越えて外へ出たがってるんだというわけなんですが、実は出たがってるだけじゃなくて、日本の側はそれを閉じ込めるために、全力を挙げるというのが日本の考えでして、潜水艦を16隻から22隻です。一挙に 1.5 倍ぐらいします。でそれはこの海域に配備をして潜ったまま通っていこうとか、そういうのを全部阻止するっていう、そういう体制を取ろうということ。はい、次お願いします。それから中国本土から尖閣まで400キロあります。沖縄の同じ時代あるんですけども、ここの空域の空軍力で優位にいたという、そういうことで、まあ、最新鋭のステルス戦闘機 M35 というのをアメリカから最終的に100機買おう。それから、実は中国も新しい戦闘機いっぱい増えてるんですけども、致命的な弱点があって、それは沖縄からにしても石垣からにしても中国本土からにしてもこの上見えないんですよ。地球丸いでしょ。レーダーで見たって、実は 4,5,000 メートルより上しか見えない。でだからね、さっきの飛行機が
尖閣の領空侵犯したって言いますよね。あれ実は航空自衛隊の方掴んでいない。でこの辺をちょろちょろ走っている海上保安庁の船が、レーダーでああ通っていったっていう、そういうのが、領空侵犯なんですよね。で実はそれとは制圧できないんで、この辺にこの、早期警戒機っていうやつですが、これを飛ばして上空からだと、飛行機がどこにおるか全部見えるんで、この地域を全部レーダーで覆って相手よりも優位に立つっていう、そういう計画を立てています。だからこの部隊を 1.5 倍です、全部見返す。で、そういうふうな形で、ここ中国との小競り合いになっても海軍力でも空軍力でも相手よりも優位に立つということを具体的に、追求しているということなんですね。はい、次です。それからいつでも上空から監視するため、これ中国本土の監視もあるんですが、グローバルホークという、超高高度から、観察する無人機を導入する、はい、もう一つで、オスプレイという、これ沖縄本島から飛んでいくと考えたのかどうか知りませんけども、そういうのを入れるという、わけなんですね。そして最後に、佐世保にいる生物通過連隊というのをもうちょっと大きな部隊にして、上陸作戦ができるようなそういう部隊にしようという、ほとんど、この防衛大綱というのを見ましたら、新しいのはもうはっきりここばっかり、そういう装備になる。はい、次お願いします。でもう一つはね、陸上自衛隊と統合化という話なんですが、陸上自衛隊はこれ新しい戦車なんですが、10式戦車という戦車なんですけども、今、戦車が700両あるんですが、古い戦車がダメになっていきますので、民主党政権時代に作った計画ではこいつを、400両も減らすという、そういう計画だったんです。で新しいのは300両にします。もうだって戦車がいるような戦争を日本に仕掛けてくるような国はありませんから、いらないんです。もうちょっともっといらんやろうと思うんですけども、北海道と九州の部隊だけ戦車を残して、あとの地域は、全廃しますというのが、基本計画です。まあ別に本州の自衛隊っていらんのちゃうとこう思うわけなんですけども、 でもそこは全然違う計画でして、実は他の部隊、この本州の部隊ブロックごとに一つずつそうなんですけども、陸上自衛隊の部隊を改編をしよう。で一つはこいつらです。これ戦車みたいに見えますよね。でこれ総輪戦闘車っていう、戦車っていう名前ついてないんですけども、こういうものなんです。ちょっと大砲の口径は小さいんですけども、でこれを新たに250両入れます。要するに300両じゃなくて550両に、逆に現行計画よりも増やす計画なんです。でなんでこれやねんって言ったら、今開発してる自衛隊の輸送機でこれ運べる。だから、アメリカ軍が世界各地でやってるような、戦車と装甲車とセットにして送り込んでっていう行動ができるんですよね。これ新聞報道なんですが、こう改編した部隊は離島防衛、尖閣でこんなん走れましたで考えられないですよね。これはどこに行くんやって、各、ね、ブロックごとこの、赤が一つずつのブロックなんですが、各ブロックごとで一個ずつ、全部部隊改編して、こういうやつを装備した部隊にしていくんですよ。でそれはローテーションで海外派兵をできるように考えてる。だから今スーダンに工兵部隊、建築部隊が行ってますよね、自衛隊のね。でそれはね、何ヶ月おきかに交代していってるんです。で同じように1個だけの部隊がそうだったら交代できないですから、ローテーションで3ヶ月とか4ヶ月おきに交代できるようにするためには部隊をいっぱい作らなあかんわけで、そういうふうにしていこうというのが、今の計画なんですね。はい、次お願いします。それからもう一つは、これもアメリカのマネなんですけども、軍隊、ちょっとややこしいですね。軍隊というのは志願が基本なんです。
師団というのは日本では7000人から9000人ぐらいの部隊がいるんですけども、通信部隊とかそれから建築部隊とか輸送部隊とか戦闘部隊だけじゃなくていろんな部隊の機能を全部、パッケージにしたのが師団というやつで、その下にある旅団というのは今もう日本なくなったんですけども、その下の連隊っていうのは一個の連隊だけでは戦闘部隊を追っても通信部隊が足らなかったり、あるいは工兵部隊が足らなかったりっていうので、連隊規模になると単独で行動できないんですよ。でこれとは対外派兵はできないということで、アメリカはね、この旅団戦闘団というのがありまして、3000人で全部の機能が全部ついてます。でこれがポン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 外来派兵の単位になってます。で日本もそれが真似ができるようにということで、即応機動連隊という名前がついてるんですね。いつでも海外派兵できる部隊と思ってもらえばいいです。この即応機動連隊というのに、連隊を作り変えていって、でこれさっきの各ブロックごとに、各師団ごとに最終的には1個ずつあるようです。でもう指名したら次の日でもすぐ飛んでいけるようなっていう、そういう海外派兵ができるような、そういう組織を作ろうっていうわけですね。で、だから後方支援とか通信とか偵察とか、そういう放射砲とかね、そんなのを全部ミニ規模ですけども全部ワンパックで持ってるっていう、そういう部隊を作ろうというのが即応機動連隊。だから陸上自衛隊も全部作り変えて、何が目的だって言うたら当初じゃないんです。海外派兵できるような部隊構成に全部変えようという、そういうものになってると思っていただいたらいいと思います。はい、次お願いします。で、その後、今度は、集団自衛権の話が出てきます。だから実は軍事戦略が基本的に去年の12月に、全部変えられて、対中央軍、それから、対途上国というんですか、海外派兵をする部隊に、全体的に変更するという、決定が、勝手にされてるんですね。この MSC というところで勝手にされて、閣議も決定してますけども、そういうふうに勝手に変えられて、その後今度は次の段階として集団自衛権だから、そういうものだと理解をしていただいたらと思うんですね。で、4月に安保法制本部という、この組織から、集団自衛権はええじゃないかっていう答申を出させて、で、今国会に、解釈変更をして、秋にも関係法の設置、自衛隊法とかを変えるというんですけども、そういうものをしてというふうに、まあ、でさらに、突然私が解釈を決めるというふうに、しかも閣議決定で、憲法解釈はするんだというふうな、ことをこう言い出して、大きな、問題になっているわけです。で、注意をしてほしいのは8月とか言うてますよね。8月までに解釈改定をするというのは何やって言うから、秋にガイドラインの改定協議、これ日程が決まってますから、秋のガイドライン改定協議までに日本は集団安保確認しましたという、そういう集団自衛権確認していつでももう、タグ組めますよという、そういうのができるようにするためには、この国会会期中、あるいは会期が終わってから、あと閉会審議でやるって言ってますけども、そこでやっておかないと間に合わないという、そういうタイムテーブルで考えてるんですよね。だから、まあ、何が何でも集団自衛権はやっていきたいということになる。はい、次お願いします。で、インターネットで見たら分かるんですが、安保法制本っていうのはすごいメンバーです。これ一時安倍内閣のメンバーと同じメンバーを全部集めます。で、全部安倍のお友達で、北岡とか岡崎とか坂本とかこう出てますけども、新記録を見ると、法制を検討してるんじゃないんですよ。憲法があって、そのもとでどういうことが可能かとか不可能かとか、そんな検討は全然してないんです。読んでみると方言録というのかね、例えば
まあ、アメリカがやりたがってるのは、よく求めてるのは、日本の海上自衛隊がアメリカの艦隊の護衛に参加することやろ。で、まあ、同盟国なんやからそんなん当たり前やよな。で、憲法がそれを認めてない方がおかしいって、そういう会議をしてるんですよ。だから、憲法が間違ってるでしょうとか、これまでの政府の答弁がおかしいでしょうとか、そんな人たちばっかりが集まって、議論をしてるわけで、こんな会議させたらとんでもないものが出てくるに決まってるんですよね。そういうもので、まあ、もともとその審議なんかしてなくて、自分のしたいことを羅列するためにやってる。で、安倍がやりたいことを、一覧表にするためにやってると思っていただいたらいいと思います。次お願いします。で、あの、まあ、ここに書きましたが、懇談会自体が改憲論者、平和憲法反対論者で、集団的に自衛権改憲に進むのは当たり前や、もっと積極的に軍事力強化ができるようにせなあかんという、そういう、ことを、まあ、みんなしゃべりまくってるわけですね。で、その中でいくつか重要な本が出てきてます。一つは、ポジティブリストからネガティブリストという、そういう言い方なんです。これはね、集団的第一次安倍内閣の時にはこの同じメンバーなんですよ。集団的自衛権というのは、これとこれとこれはやってもええんだというふうに部分的に容認しようとしたんです。で、これはポジティブリストだ、これはできます、これはできます、これはできますという形で、集団的自衛権の中で例外的にやってもいいことを決めようというのが方針です。で、今出てる話どこまでどう出てくるか分かりませんが、ネガティブリストで基本的に集団的自衛権は何でもやっていいことにしましょう、でもこの中でいくつかはダメということで、いくつかダメだけ確認して、そのダメ以外は何でもやっていいと、これが普通ですよって、そういう発言がボンボン出てますから、方針はそういう形で出てくることが、十分予想。それから、僕当初は日米安保だけを念頭に置いてるんだなと思ったら、この会議の中では、いえいえ、東南アジア、オーストラリア、他の国も、当然念頭に置いて、オーストラリアの軍艦が撃たれてたら当然撃ったやつを日本が反撃して当たり前でしょうという、そういうふうなことをしてるんです。だから日米同盟の変革でもないですね、もう全面的な集団安保を認めようという、そういう論が出てる。それから集団自衛権じゃないんですけども、さっき言いましたグレーゾーン自体、これは自衛権 の個別自衛権の、ね、自衛権の発動要件っていうのはあるんです。こうされた時には、それぞれの国が発動してもよろしいっていうのがあるんですが、その自衛権が発動されていない、まだ戦争になっていない時に、どういう対応をするか、これを決めとかないとできません。具体的にはね、先制攻撃されたら、されてからしか今の法整備では打ち返されへんでしょう。で、もうそんなんだったら現場の指揮官が先制攻撃されてる途中にやり返せるような、そういう法整備せなあかん。それから潜水艦が潜ったまま領海をずっと行って出ていかない、そういう時にはこうこうするっていうふうにもう決めてしまう、そういう検討をしたいっていうのがこのグレーゾーン自体で、新しく要するに戦闘になってない時に軍を動かす、そういう法的な、項目を作ろうというのがこのグレーゾーン自体。さっき言った領空を飛んでるやつは無理やり強制着陸させるっていうのもこれですよね。もうそれルールにしちゃえって言われてる。それからもう一つ出てきてるのはマイナー自衛権ということが出てきます。こんなメジャー自衛権、マイナー自衛権というのはあるのかどうか知りませんけど、要するに個別自衛権の中で、まだ自衛権発動まで行ってないのはグレーゾーンに近いようなやつを全部、法的に規定してできるようにせなあかんやろっていうのが、今月の20日にも議論してるんですけども、20日はこういうやつを議論してますから必ず出てくると思います。個別自衛権の幅をもっとガーッと広げるという、そういうものがこの、なんで、集団自衛権だけではなくて個別自衛権も、できることをどんどん広げよう、
で軍がどんどん前に出るようにっていう、そういうのをこの会議はやってる。はい、次お願いします。で、どんなことをしてるんですかという、どんなことが問題になってるんですかというのは新聞報道されてるんで多分ご存知だと思うんですけども、例えばアメリカの軍艦が攻撃された時に、自衛官の艦船が攻撃したやつを、やっつける。でこういうことができるようになれ。それからアメリカを狙った弾道ミサイルを、自衛官のミサイルが迎撃する。同盟国を狙ってんだからそういう迎撃してもいいだろうというふうに言ってます。それから PKO の活動中に他の軍隊を救援するための武器使用、これももう一緒にいろいろ行動してるんだから当たり前でしょうっていう、そういう言い方ですね。それから戦闘地域における他国軍への後方支援、こういうものを、これはこの4つは前の段階で、これだけはやってもええことにしようっていうので検討されてたと思います。で、さらにその後、機雷の掃海なんか、例えばバラッカ海峡なんかがもしも、機雷で封鎖されたら自衛隊が行って全部解けるようにしようという。だからアメリカ軍が攻撃を受けた場合にはそこらの周りの船を臨検できるようにしようとか、それからイラクのクウェート侵攻時のような事態には直接参加できるようにしようとか、それからあと領海内の潜水艦の退去とか尖閣への武装勢力の上陸などへの対処、こういうのがグレーゾーン事態になってくるんですけども、これの対処する方法をあらかじめ決めておく、そういうものを、考えています。この2番なんていうのはできないのにやろう、できるようになったらやろうかってそういうことをやってるみたいなんですけども、そんなも含めてともかく空想上のやつも含めて何でもかんでもできるようにしようっていうのが集団自衛権の改憲についてだと思っていただきたいです。次をどうぞ。で、例えば1番で出てきました、共に活動中攻撃された米艦を、援護できる、こういうやつなんですよね。新聞ではこれ朝日新聞だったと思いますが、こんなふうに、紹介をしてます。で、実際はどういうことを考えてるんだって言ったら、次のこれなんですね。これアメリカの空母です。それ何でしょうか、ちょっと分かりませんが、空母ですね。で、これが日本の、イージス艦です。だからこれが日本のヘリ空母ですね。すでに、これは2012年ですから、一昨年の秋の日米共同演習なんですけども、この米空母のリンケージンって言いますけども、護衛に自衛隊が入って行動するというのは、海上自衛隊については演習では日常茶飯事になってます。でも例えば北朝鮮有事、あるいは朝鮮半島有事の時にアメリカの空母がこの朝鮮半島の近いところ奥のところに入っていくというような時には、日本の自衛隊についていくことはできない。今の周辺事態法ではついていくことはできないわけです。で、そこを実はアメリカが怒ってるんですよね。もうアメリカ軍の戦力が少なくなってるのに、朝鮮半島有事で動くときになんで日本は軍艦を出されへんねん。アメリカ軍は実は週にはそこを言うてる。これできるようにせえよ。で、どのみち戦闘になるんやから、当然集団自衛権解禁して、打ち返せる状態で自衛隊参加してきなさいいうのが、実はこれで、だから米艦艇の護衛というのは、皆さんも分かると思うんですが、アメリカ軍というのは、それこそ挑発的に行動して、戦争をいつ行ってもいいような、そういうことをずっとやってきてるわけで、それと共同行動を取れるように自衛隊の手を、施こうという、そういうものである。はい、次の、これもそうですね。自衛隊のヘリから米空母をあれしてますけども、こういう行動が全部できるよということである。はい、次は、PKO の方なんです。
が、同じように、国際平和協力隊 PKO で、具体的にちょっと言いますと、今スーダン、南スーダンの、派遣部隊は施設建設、道路建設とか施設建設が主なんですが、400人行ってます。で、これは戦闘部隊じゃなくて建設部隊が行ってまして、それとも武装はしてるんですが、小銃は300丁、ひょっとしたらもうちょっと多いかも分かりませんが、1人1丁ありません。で、大体支援部隊というか、あの建設とか輸送部隊というのはそんなもんなんですよね。純粋の戦闘部隊もっと重武装ですけども、300丁と機関銃が、5丁しかも。だから、本当に、弾で撃たれた時に、まあ、自衛をできるぐらいの、想定をした部隊を送っている。それから、海上自衛隊の輸送部隊が、これ1隻170人、航空自衛隊の輸送部隊が170人、まあ、合計、700人から800人ぐらいの部隊がこの、スーダンの派遣部隊に参加をしているんですけども、で、これはその写真、黒柳さんね、黒柳さん、スーダンまで行ったみたいなんですけども、ともかく、まあ、これを見る限りはまだ道路建設とかそんなのをしてる、今もこんなんできなくなってこもってるんですよね、キャンプにこもって、周りが不安定なんで、外の活動してないんですけども、そういうところに、まあ、一応行ってるわけなんですよね。で、実は、南スーダンは、不安定になって周りで戦闘が起こったんで、韓国軍が小銃弾1万発融通してくれという、そういう話があって、日本の方が、OK を出して融通したんですけども、これは武器輸出三原則から言えば完全に違反なんですよね。それが勝手にないからこうってやるということなんですね。それからもう一つは、南スーダンへ、いろんな国の部隊を、ケニアからだったと思いますけど、まあ、飛行機で運ぶ、そういうのに航空自衛隊協力してくれって言われた。これは断る。一応これは、その武装した部隊を送るっていうのは戦闘と同じ行動で、イラクの時には特措法を作ったから OK 出したんですけども、何もないところは法的根拠がないんで、それは集団的自衛権に関わるんでできませんって言って、断ったんですけども、こんなやつを全部要するに OK できるような状態にしよう。で、単に物を作るだけじゃなくて戦闘部隊を送るということは PKO であるわけなんですよね。で、そういう任務全部こなせるようにしましょう。どういうことになるかっていうと、次のお願いします。こういうことになります。これ富士火力総合火力演習という時の絵なんですが、アメリカ軍と同じように装甲車で全部移動します。で、重武装の部隊も行って、場合によっては発砲できるように発砲基準も緩めて海外で行動できる。で、そういう部隊を送れるような国になることで、そこの国の権益を日本との間を結びつけたり、そういうふうにやっていくって、これが積極的平和主義なんですね。だから、積極的平和主義っていうのは、この、国際的な関係での PKO、それと、対中国、両方とも、積極的にやるっていう、そういう意味を持ってると思っていただいたらいいと思います。はい、次お願いします。まあ、これは、すでにご存知かも分かりませんが、集団的自衛権というのは一体どこに根拠があるねという話なんですが、これは国連憲章の51条の中にあるんです。で、これもすでに報道されていますが、実は国連憲章の2条4項では、武力行使の禁止が、規定されています。武力による威嚇または武力の行使を、慎まなければならないっていう、そういう言い方なんですが、国際的には9条の1項と同じで、その武力行使してはならないという、そういう規定が国連憲章でされてるんですね。だから、あの国気に入ってへんから侵略したろうっていうのは、これは今の国連憲章ではもう全然違法行為ということになって、どの国であろうとも他国に対して戦争を仕掛ける行為というのは許されてないんです。で、問題は、その侵略がされた時には、実は集団安全保障体制で、まあ、国連軍ですね、一番簡単な形で言えばね、国連軍を編成して侵略国を追い出しますよというのが国連憲章の、想定なんですが、そこはできてない。まあ、実際上
常任理事国の拒否権等あって大国が安保理事会を支配してますからできないわけなんですよね。で一応枠組みでも国連軍が動くまでの間は、各国が、そのもしも侵略されたら国際の平和及び安全の維持に必要な措置までを取るまでの間個別的または集団的自衛の固有の権利を否定するものではない、害するものではない、こう書いてあるんですね。だから侵略された国が国連が動くまでの間は自衛の行為をしてもよろしい、であるいは集団的に自衛の行為をしてもよろしいと、そういうふうに書いてあるのが、これがまあ法的には集団自衛権はどこの国も持ってますよという言い方の、その根拠になっている根拠で、これしかないんです。だから集団的自衛権って一体何やっていうのは実ははっきりしていない。わかります、例えば私と別の人が公衆同盟を結んでる。で、A 国と B 国はどちらも自分が攻められたら一緒に防衛しようねという、そういう条約を結んでいるんであれば、私が侵略された時に同盟国ですからもう一つの国が集団的自衛権を発動するということはあり得るかもしれません。でもそういうことに限定してないんです。わかります、集団的自衛権ってこの言葉だけなんです。ただ実は C 国というのがあって、で私がおる C 国がどっかの国に攻撃されました、私が攻撃仕返しましょう、これはもう OK なんです。でこれ集団的自衛権というとんでもないあの広い曖昧な概念で、公衆同盟があるようなそんな場合に限定してなくて、どっかの国が攻撃されたら、他の国が反撃をするというのも集団的自衛権の中身で、OK と考えるような構造になる。で実際に過去の運用でそんな風な形でやられています。はい、次お願いします。でいかにこのやばいものかっていうのは、見ていただけたら分かると思うんですが、今までアメリカなりが行ってきた戦争は全部自衛権を名目にやられています。で、例えばベトナム戦争ですね。ベトナム戦争は北の侵略に対して、ベトナム、南ベトナムの政権、傀儡政権が侵略されたから助けてよという要請をして、戦闘というのは当時反共の軍事同盟があったんですが、そこのあれに基づいてアメリカ軍は集団的自衛権で介入したというふうに、言われてですね。で実はね、集中してて使ってきましたね、この本ご存知かと思いますが、今自民党の国会議員の中ではバカ売れ、日本人のための集団的自衛権入門っていう、石破茂氏の本なんです。これだから石破があの PT の責任者になったでしょ。で党の中で集団的自衛権についてまとめるというのをあいつがするということは党の側の中心ですよね。でそれの彼の本だっていうので、これはねぜひ読んでください。非常に分かりやすい非常に分かりやすい。でベトナム戦争についてどう書いてあるかというと、アメリカはこういう説明をしているけども怪しい、無理があるって書いてある、まあ、素直ですわ。あの全部嘘で塗り続けてるんじゃなくて、そのまま結構、書いてあります。それからその後のこいつも紹介してるんですが、ニカラグアのサンジニスタ政権ができたときに、アメリカはサンジニスタが周りのコスタリカとかガテマラとかのゲリラを支援してると、周辺の国を侵略してるから、やっつけるんやって言うて、攻撃を仕掛けるんです。でサンジニスタはそれについて国際司法裁判所に、違法行為をされたって訴えるんですよね。で国際司法裁判所はこんなものは集団的自衛権でも何でもない、認定できないというふうに採決をしてアメリカの行動を非難した、そういうことも、実は紹介をされる。それから、イラク戦争ですね。2003年からのイラク戦争はこれはびっくりしたんですが、アメリカは自衛権を行使するというふうに言っています。個別自衛権、
で、これまで自衛権の幅をさらに広げる概念をイギリスとアメリカは使っていて、先行的自衛権です。わかります？先行的自衛権って先に自衛するって、それは攻撃じゃないかと思うんですけども、先行的自衛権で、例えばイラクの場合はフセインは化学兵器を持ってるに違いないと、ほっといたら周りの国を侵略するに違いないと、それはひいては私の国にも影響してくるに違いないから先にやっつけるっていうわけですね。こういう名目で実は個別自衛権を発動しました。で、イギリスも同じことで、これはまあ書いてある本によって違うんですけども、先行自衛権を発したというふうに書いてある本もありますし、集団自衛権でアメリカが、参戦したから、自分も参戦しますというふうに言ったというふうに言われてるんですけども、そういう形で、それからアフガニスタン戦争はアメリカはアフガニスタンに攻撃されたわけではないんですが、タリバンによる自爆攻撃を受けたということで、タリバンを囲っているアフガニスタンに攻撃されたと同じだということで自衛権を発動する。その後、アフガニスタンに関した NATO 諸国はアメリカに対する集団的自衛権を、行使するという形で参戦するという形になってね、まあ、自衛権もかなり怪しいですね。この辺の先行的自衛権になったら嘘やろうって、今のところアメリカとイギリスだけですけども嘘やろうということになるわけですが、その後の集団的自衛権になると、どっちが侵略してるのに侵略者の方に、加担して集団的自衛権でやってるわけで、実はこの集団的自衛権というのは本当に大国の側の、介入する側の論理、として使われている。だから集団的自衛権とは侵略戦争を起こす口実に使われているということで、こいつを認めるとなし崩し日本も侵略戦争を引き起こす。だから例えば朝鮮半島で何かゴタゴタしてる時にアメリカの空母が挑発に行って前に出てたというので撃たれた。ベトナム戦争ってそんなに聞きましたよね。トンキン湾事件というやつね、アメリカの駆逐艦がベトナムの魚雷艇から撃たれたって嘘やということが後ではっきりしたんですけども、そういうでっち上げをして撃たれた、自衛権行使しますとアメリカが言うから日本の自衛隊がそれによってたかって協力して集団的自衛権行使しますっていう、そういうことができるようにっていうのがこの集団的自衛権の話になってくるんですね。はい、次お願いします。それからもう一つ僕らがはっきり見とかないといけないと思うのは、集団的自衛権が今問題になっているでしょう。実はここに書きましたけども、九条そのものをどうもあいつが自分の任期中に潰したい、でそのためのプランとして集団的自衛権というやつを持ってるんだというふうに、理解をしなければならない。で、さっき言ったみたいに国連憲章の集団的自衛権は無限定なんです。で誰に対しても行使できるんですよね。で日本の政府現代では、ここも曖昧なんですが、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力を持って阻止する権利を持っていること、これが集団的自衛権やというふうに言われます。でこれさっき言いました軍事同盟何も関係ないでしょ。自国と密接な関係にある国ってどこですか？アメリカだけじゃないんですよね。例えばマラッカ海峡、あの辺の周辺国で何かが起これば当然そのシーレーンに関わりますから、自国と密接な関係にある国だという認定になるわけで、同盟関係全然関係なくて自分が利害を感じたら介入できるっていう政府の規定でも備えなくて、で国連の先の規定はこの部分ないもうないんです。だからすごく、何でもできるような、そういうものが、なってるというふうに思ったらいいと思うんですね。でそれじゃなんでこの集団的自衛権の不行使というのは残ってるかっていうから、今まで自民党の側が憲法9条を、削って削って、ずっとやってきたわけですね。もともと憲法9条は武力不行使と、これは国連憲章に書いてある。で大事なのはその後で戦力不保持、公選権の否定という、こういうやつが入ってるんですよね。だから本来
自衛隊は持てない、はずで、最初の答弁、憲法ができてすぐの答弁では自衛の戦闘も行えない、そういうふうに答弁をしてるんですけども、朝鮮戦争が起こって自衛隊が発足するときに、自衛隊は戦力ではありませんということに言います。その後個別自衛権は実はあるんです、書いてないけどあるんですということを言い出して、自衛のための戦闘は個別自衛権の発表は交戦権ではありませんというふうに掘り崩していったんです。でもそのずっと掘り崩していっても、この81年の政府答弁は、実はそれ以上議論は進めない。で、休場下において許容される自衛権の行為は必要最低限にとどまるべきで、集団的自衛権の行為はその範囲を超えます。さっき言いましたように、例えばシンガポールがどっかの国に攻撃された、シーレーンに関わるからその国を日本が攻撃するっていうのは可能なんですよ、法論理上から言えると。でもそんなことは自分の国が攻撃されてもいないのに他の国を攻撃してもよろしいっていうのは、どう考えてももうどんなに裏返してもこの9条の、ものに抵触するわけなんですよね。もう個別自衛権なんていうものじゃないですから、どうしても言い抜けができない、それがこの集団的自衛権だから。この81年以来いろいろごまかしてきたけども、直接の集団的自衛権その国には踏み込めなかったっていう経過があるわけですよね。で、だから安倍が一生懸命になっているのは、集団的自衛権行使を改憲することは球場改憲することだ。最初はいっぺんに憲法変えてまえというふうに彼は思って振る舞ってたんですが、まあ、時間がかかるというのと、若干改憲について勢いが落ちてきた状態を見て、去年のある時期に先に具体的なやつを全部詰めていって、事実上の改憲を軍事政策についてはやってしまいたいという判断をしているんです。はい、次は、ね、でどうしてそんなことかって言うたら、どんだけ掘り崩されたか見てみたら分かる。9条の下でこれまで、維持されてきたというか守らせてきた、ね、政府は一応これは守りますというふうに認めてきたのは専守防衛、これ掘ったじゃん。それから攻撃的戦力不保持、空母とかミサイルは持たないって言ってたんですよ。これ今敵地攻撃能力の追求というのをやり始めてます。それから最小限の軍事力というのは違うでしょ。軍事力で平和を守るって言ってますよね。それから非核三原則、まあ、これはまだちょっといじってませんけども、これも手が出てるところですね。それから武器輸出禁止三原則、これも今月、変えてしまえということになってるわけですね。それから海外派兵禁止、今軍事力を行使しないから自衛隊は海外に行ってもよろしいいうことになってるんですけども、これ軍事力の行使と一体になったら違憲ですという、そういう判断になってるんですが、これも取ってしまい、それから集団的自衛権は行使できません。よく考えてみると、戦後の日本が基本的な政策としたやつを、でその政策が9条やからこうなりますよという政府が言ってきたものを全部ひっくり返している、そういう事態に今来てるんだという。であとは、まあ皆さんの方が行動しているのでご存知だと思うんですが、武器輸出三原則は、実は今は輸出は原則禁止になっています。まあ、共産権はダメ、国連決議で紛争当事国はダメという、国連決議で禁止、輸出禁止されている国はダメというふうになっていて、76年にさらに、三原則の対象地域以外の地域についても武器の輸出は慎むものとする。原則禁止ない。でもこれ掘り崩してきて、例外を具体的に認めていって、だいぶ掘り崩されています。でもそれをひっくり返して原則 OK にしようというのが、次の今の動きなわけですね。はい。で、3月11日に、武器輸出禁止三原則というのを、防衛装備移転三原則ですよね、移転ですからも輸出できるようにしようというふうに、変えるというふうにしました。で、新聞報道ではね、一応紛争当事国には、この出さない、ね、国際
際的な平和や安全の維持を妨げることは明らかに前に移転したいとこう書いてあるんですが、問題になっているのはイスラエルなんですよね。で、実はもう F-35 という最新鋭の戦闘機の部品は日本が作ってるんです。でその部品を作ってて、それをアメリカで組み立てて、アメリカが世界中に売るんです。その売る予約国の中にイスラエル入ってるんです。だから周りのアラブの国をいつ爆撃するか分からへん、ふたつきの、いろんな問題を起こしているイスラエルに対して、そこに輸出するのは当然これに引っかかるんですよね。でも例外としてイスラエルはいいことにしようというのが公明党も含めた合意なんです。だからもう最初の段階から文書で変えてあるのに、例外条項で F-35OK こういうふうに、変えてあるんですよね。でそういうものを、しようということで事実上の、底を抜けた状態で原則の転換をするっていうのが今動いている状態です。はい、次のページで、最後に、さっき言いましたように、安倍首相は実は、秋にガイドラインの改定をするために、この集団自衛権の行使を考えてるんだというふうに言いましたけども、そいつの問題が出てくるんですよね。でちょっと流れを見ておきますと、78年に、実は日米ガイドライン、防衛ガイドラインというのは初めてできます。これは日本本土の防衛の時に、どうしてやるかというのを決めとこうって初めてできるんです。で日本がもしも攻撃されたら、当時デッドニューというのはソ連なんですけども、もしも攻撃されたら日本の本土防衛は日本の自衛隊がやりましょう、攻撃してきたソ連を叩くのはアメリカにやりましょうという役割分担をするんです。これは盾と矛、盾は日本がして米軍のおる基地も日本が守ります、その代わりアメリカ軍は出動していってソ連を叩きましょうという、そういう役割分担ですね。で91年にソ連がなくなって、そんなものがなくなる時期に98年にガイドラインが再改定されるんですけども、ここでは朝鮮半島有事と周辺事態の時にどうすんねんっていうことを迫られたんですね。でこれは94年5年 の、 あの北朝鮮の核危機という呼ばれる時に、実はアメリカは北朝鮮を攻撃することを直前まで考えた。 でもその時に日本は何にも手伝えませんって言うた。だから韓国の方は100万人も犠牲が出るような暴言はできませんと言うて、アメリカは軍事行使を諦めたんですけども、その時にええ加減にせえよというのがアメリカの要求なんですよね。同盟国のくせに何もできへんってどういうことやねんっていうので、日本に迫って、後方支援を日本がしますということを認めさせた。だから戦闘地域でないところでアメリカ軍を支援しますっていう、そういう約束をした。でこっからが分かれるんです。2014年の改定ではどうなのかっていうことになるんですけども、日本の側は安倍はね、尖閣付近で武力行使に至らない緊張事態、グレーゾーン事態で、ここでもアメリカがどうしてくれるのか決めよう、それが決まってたら日本は強く見てて中国に当たれるやないか、そういうことを狙ってる。でアメリカの側はどうかって言ったら、実はアメリカは、朝鮮有事でさっき言いましたように空母機動部隊の護衛とか戦闘機で一緒にアメリカ軍と共同行動をということを考えている。中国と尖閣で揉めるつもりがあるかって言ったら、実はアメリカはそんなつもりは全然ない。ここでははっきり分かれてるんですよ。もうそれを、どうするねんということが秋に問題になってて、安倍は尖閣で中国に優位に立つ、相手に押し付けるために集団自衛権を認めたやろ、朝鮮半島有事の時は言ったのやろ、だから尖閣の時にお前んとこ俺んとこの後押しせえよという、そういう取引をしようというふうに思っているんですね。はい、次お願いします。でただそれはね、思惑の違い、特にアメリカの対中政策の違いがあって、こんなになる。
で、アメリカはね、この安倍はともかく日米安保を強めて独自の文化であって大衆優位に立ちたいというふうに思ってるんですけども、アメリカの思惑は違うんですよね。アメリカは確かに中東から引き上げてリバランスというのでアジア重視に変更しています。ただもう軍事力だけで昔のソ連とか、中国に対するように軍事力で押し込めるなんてことはできないと思ってます。で日本とか韓国と協力をして政治的経済的に中国と交渉しながら言うことを聞かせる交渉でやっていこう。で、交渉の対象で軍事力で現状変更をしない限りそのことを軍事的に対応することはしないとはっきり言うてるんです。だから中国が選択を無理やり軍事的にすることはありえないというふうにアメリカは思います。紛争はでも取りに来ることはありえないと思ってるわけです。でその日本の側はそこのところで紛争になっても勝つつもりがあるんでそんなところに付き合わされるのはごめんだというふうに、実は思っています。そして安倍の民族色がというのがすごく強いもんで靖国に行ったり、いろいろ強硬路線を出しているのでアメリカのアジア戦略が勝たなくなる。でそれで非常に困ってええ加減にせよというふうに思っているというのが今のアメリカの状態です。次お願いします。で、この1月の末に一般教書を書いたんですがアジア重視のはずだったんですが1ページもないんです。半ページぐらいしか書けなかった。何にも書けなかった。何でかって言うから日韓の一緒になって中国に例えば、TPP なんかもそうですがアジア中国の、イニシアチブを取るっていうことが書けないんです。日本が、アジアに対立関係ばっかり持ち込んでるから、ね、で今度もどないもなれへんから24日ですよね、5日ですかね、核サミットでともかく3国まあ集まれよというので、あの慰安婦問題での、見解を見直さない、認めろお前っていうので無理やり認めさせられてそれを、パク大統領に突きつけて3国一緒にともかく話だけでもせえっていう場を、設定することにしたんですけども、ともかく安倍のこの歴史修正主義が、強すぎて、アメリカのアジア戦略に、反するようなそういう形になってこれ全然多分収まらないと思うんですね。安倍の周りともかくお友達ばっかりですから全然ないの。それからもう一つはその、軍事的対応、構いません。で対中強硬で喧嘩外交って言ってますけど同じように喧嘩軍事で行きましょうというの。で対中で軍事強硬路線を出すとアメリカついてこないんです。これが実は不協和音が出てる理由なんです。自民党の中で反対がいっぱい出てるでしょ。集団安保がまずいと思っても反対じゃないです。これは頭の中に入れておいてください。ね、この自民党 の, あのこの間の懇談会の中で立憲主義に反するから私は反対投票、集団安保については反対投票を入れざるを得ない、会見先に出なあかんという立場から言うたのは村上誠一郎だけなんです。で、船田、野田、高村、岸田等々は慎重にしてくれる。それからもっとびっくりしたのは週刊セブンポストやったから忘れましたが中曽根首相がええ加減にせえよって言ってる。それから画別でね、読売の元写真の画別がええ加減にせえよということを言ってるんだというか報道されて不思議だったでしょ、うん、この人たちは何か。これはね、集団安保賛成なんです。親米なんです。親米の右翼だからアメリカの利害と対立するようなことはするな。これは日本の利害に関わるからアメリカから離れるなっていうのはこの線です。ということはそれとは別の線を進もうとしているのは民族右翼ということになりますよね。歴史も修正主義で、領土問題も軍事力で解決しようという安倍のやり方はアメリカの虎の踏むかもしれない。でそれはちょっとあかんやろうというのはこの部分でも不協和音が出る程度に暴走しているということ。はい、次お願いします。で公明もさっき聞く限り全然ダメですね。
集団自衛、武器輸出はもう文句言われたくないから合わないみたいなところがありますし、集団自衛権についても今のところ抵抗してますから、自衛権そのものは多分もう OK、 アメリカとの同盟関係を強めるのは OK で、やり方だけもうちょっと、テンポを緩めるよう程度ですよね。それから内閣法制局長官、歴代からも何人かから批判出てますが、それも法制上の問題で憲法を変えずに中身ひっくり返すとはおかしいでしょっていう批判なんですよ。でそれとは別に必要なのが、皆さん方がもうすでに始めてて、僕も大阪で遅ればせながらやらなあかんなと思ってるんですが、大衆的なもので、秘密保護法の時に彼らが考えてる以上に反対運動が活発になって考慮せざるを得なくなる。で同じような運動を作らないと、それ以外には反対する人たちいないんですよ。もう政党とかそんなの枠組みでは止まらない、そういう局面が、さっき言ったみたいに親米右翼と民族派右翼の対立をしてるというのもええような状態なんですね。だから、集団自衛権そのものに反対する世論と運動ができないとこれは止まらないわけで、そういう運動を作らなくなる。それから4月からは消費税が、増税になって、しかも、また、増税もさらに増えて企業へのクレテリアルということになってますよね。これはやっぱり不満が強く出てくると思うんですけども、もうちょっと時間かかりますよね。で、安倍の強引なやり方についての反発も出てくるし、アジアからの孤立も深まるでしょうから、そういうことでどうこの運動を作っていくかっていうのが、さっき言ったみたいに今までの戦後のあり方を全部ひっくり返すっていうのが今の軍事の動きですから、それを押しとどめるような意識した運動が必要になってくるというふうに僕は思っています。はい、次に行きます。で、ここでは必要な、項目を書きました。冒険主義っていうのはキーワードになると思うんです。ともかく軍事で何でも解決してやろうという、お宅の石破だけじゃなくて安倍はもっと強硬です。石破の方が若干まだ冷めたところはありますからね、そういうことですね。それから対中対韓を挑発外交、喧嘩外交というのをやめて戦争責任をちゃんと認めろ。それから領土を軍事力のエスカレーションの材料にするんだ。領土と民族主義っていうのはパンドラの箱です。開けたら絶対どないもんがね、今問題になってるクリミアもそうですよね。ずっと長いことそうなってて、開けせてしまうともう手が出せないような状態になる。ユーゴなんかそうです。多民族が仲良く暮らしてたところがパンドラの蓋を開けてしまって、もうどうしようもなくなってしまう。このパンドラの箱も平気でやろうというのが、安倍なんですよね。だから靖国で、彼は戦前も戦後も同じ美しい国だと思ってるみたいなんですけども、戦前は天皇制軍国主義で民主主義者、共産主義者が殺された国でしょ。私なんか同じ国であろうはずがないと思うんですけども、同じ国でという、そういうふうに考えている。これは思想的に対決をしないといけないというふうに思います。で、集団的自衛権は今日お話ししてきましたけども、あと排外主義とか民族主義を煽って愛国主義教育をやると、私も愛国主義はごめんだから卒業式の時に起立しなかった、開国将軍を食らってます。ひどいな。定年の年に座ってた人は再雇用を拒否されてクビになってます、大阪ではね。それでもみんな、反対をしてるんですけども、そういう、こっちの側からの反撃をもう一回本格的なものにするために、力を合わせて頑張っていかなあかんと思ってます。今日の僕の話、少しも皆さんの理解になるようでしたら、幸いと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。また80分に及ぶ熱のこもった講演を伺いまして、皆さんの中にもうちょっとここは聞いてみたいなとかいろいろおありと思うんですけれども、ちょっと休憩を挟みまして質疑応答の時間をしっかりとってありますので、ご発言をお願いいたします。それでは質疑応答の時間に移りたいと思いますけれども、本日映像を撮らせていただいておりまして、ご質問の際に移りたくない方は挙手の際にその旨をお申し出ください。それではご質問などは各種でお願いいたします。吉川さん、どうも貴重な話ありがとうございました。前半でですね、
自衛隊の戦略、日本の軍事戦略といいますか、それが対中で随分こう変わってきているという生々しいお話があったんですけども、それはその、まあ、従来 の、 その自衛隊の幹部というか、そういうあるいは防衛省幹部が考えてきた延長線上にあるのか、あるいはその安倍政権になってからですね、かなりそこがその従来の防衛省の考え方と変わった形で筋書きを作ってこう押し付けてるのか、その辺のところが知りたいんですけど、お願いします。程度の問題としてはよくわからないです、だから今もプラン役人は役人ですから、そのトップが安倍になって2年以上経つわけで、対中強硬戦で行くというそういう政敵意思を、決めて議会でもそれなりの数を持ってれば、さっき一番最初に紹介したみたいに常識外れでもそういう軍事計画を、具体化していくんですよね。だから、必ずしも軍事的合理性なくても国会意思としてそういうもんやっていうふうになれば、その方向に動いていく、その意味で極めて危険だというふうに言えると思う。だから安倍が民族的排外主義的歴史修正主義で、トップに君臨してるっていうのは今の特殊な危険性をもたらしているというのは間違いない。ただね、もう一つ定流で見ておかなければならないというのは、経済界から反対が出てない。でこれは異常なことなんですよね。今までであれば中国というのは市場 で、 市場を損なうので、中国との関係そんな決定的に対立まで持っていかないというのはベースですよね。でところが、安倍もそうですし、その前の民主党の時からすでにそういう声は低くなる。でそれはね、多分ね、中国とは地球的な規模で競争相手になってます。だから産業界も中国を市場、もちろん市場でもあるんですけども、市場として考えるだけじゃなくて競争相手で蹴落とさなあかん国やというふうに思ってます。だから安倍になってから外国に行くときに必ず大規模な、経済、代表団が行きますよね。それはやっぱり、国のトップを挙げて、経済活動というか、要するに、商売をしますという、貿易ないしは投資を、していきますというふうに行動パターン変えてるんですよ。で、PKO が国益重視というのに関係してるんだという話したと思うんですけども、例えば南スーダンでどこの国が PKO に協力して入ってるかっていうかな、日本でしょ、韓国でしょ、中国なんですよ。だから、その3国はどこも PKO を要するに将来の国益絡みで将来の市場とか投資先と考えながら行動してるということなんです。でそうなると中国は競争相手ですから市場だけ考えるわけにはいかなくて、抑え込むことを考えなければいけない。それから、いろんなもんで中国よりも前に出なければならないっていう思惑が経済界の中でも結構大きくなってます。だから今までみたいに靖国に行ったら中国の関係がまずくなるから行くなっていう声は財界からも、支配層の中からもそんな強く出てこないのは、もうはっきり経済規模でも負けてきたし、日本の方が凋落していってますから、競争相手中国にともかく競り勝つことを考えなきゃ、政治的にも、軍事的には全面的には勝てないですけど、アメリカの応援を得てともかく中国を押し込めて政治的経済的に巻き返していくっていう、そういうことを考えてることがベースにある。だから多少の市場を損なっても、その中国との競争に競り勝つっていうやつが出てきます。武器輸出なんかも同じで、さっき出てきのが来なかったですけど、紛争国だけじゃなくて日本の安全に関係する国には輸出してよろしいってなってます。どこやって言うたら、
そのシンガポールとかマレーシアとかシーレーン関係の国、それから中国を後ろから牽制しているインド、インドには飛行艇を輸出したいというのはこれ新名和の神戸の新名和の思惑なんですけども、自衛隊もそう思ってるんですけども、それからマレーシアとかシンガポールとかあの辺については日本製の船を艦船を向こうの警備隊とかそんなに使ってくれへんか、売ってあげてもいいよっていう、そういう思惑が実はあるわけで、もうそういうところに唾つける道具としても武器輸出をやっていくという思惑があるんですね。ちょっと話ずれましたけど、だから対中関係で言えばやっぱり強硬論が出てくるのはトップだけじゃなくて、財界ベースでも結構そういう物的なものが出てきてるんだろうと。この間 の、 安倍が首都の時に企業をベースアップきちんとやれよ、そうじゃないと大変だよっていうようなことを、安倍あるいは閣僚が、かなり漏らして、つまりある意味でこう国家が経済活動にかなりの圧力をかけ始めているなっていうふうに思うんですね。で、この、軍事的な、対外主義、対外主義的な問題っていうのに、その経済界としてその、後押しするんだとしたらば、その大きな国家統制によってその経済活動の自由が損なわれるんではないかっていう危惧は当然持つんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりについて財界はどういうふうに考えているのか、で、あるいはその中国や北朝鮮との緊張関係をこれ以上高めたらば不測の事態として日本に攻撃があるかもしれない、本当にそこまでいっちゃうかもしれない、そしたらばその経済活動どころか日本の産業活動が壊滅的な状況になるかもしれない、でそこについての危惧っていうのはあんまり持ってないのかなっていうふうにちょっと思うんですけど、その辺はどうなんでしょう。後の方は簡単なんで後の方からお答えしたいと思うんですけど、全然持ってない。そうですね、はい、防衛大綱の中に書いてあるんですが、中国が日本に対して軍事的行動を取ることは当面ありえないとはっきり書いてある。で、ただ軍事的な小競り合いがあるかもしれない、先ほど言ったグレーゾーン自体なんですよね。それに対応する対策を取らなければならない。だから例えば中国の正規の部隊が尖閣を占領するために軍として動くことはありえない、もうはっきりそういうふうに見てますから、全面的な戦争というのはもう全然想定外、それはありえないという行動のそういう枠組みの下で日本の戦略を考えています。それから北朝鮮については多分日本を攻撃できる手段というのはいくつかのミサイルだけですから、だからそれを撃ったところで局面は何も変わらないし、それではその、逆に滅ぼされてしまうだけですから、それも向こうをよっぽど追い詰めないとありえない、向こうの方から攻撃してくることは多分ないやろというふうに思ってると思う。あまり、でもね、実際にミサイルを 何発か撃っただけでその局面が変わるわけではないですから、だから軍事的に見てもそれは妥当な考えだと思うんですよ。だから核兵器でも持ってて、そのミサイルに乗るものがいくつもあって、例えば大阪をやっつけるぞっていう脅しができるんならともかくね、そんな多分北朝鮮から大阪に向けて撃てば大阪湾に落ちるかもしれないし、いすみ山脈に当たるかもしれないと、その程度の精度ですから、だからそれが直接に何か重大な軍事的な被害を出してでどうこう、それよりももう即座にその日本の自衛隊なり、日本の自衛隊は直接攻撃力があまり強くないですから、米軍が介入して滅ぼされてしまう、そちらの方を多分リアルに感じるでしょうから、それはないっていうふうに思ってると思います。それから最初の方なんですが、それはねちょっとね難しい、私も何とも言えないところなんですが、
昔の財界と今の財界違うんですよ。で、グローバル企業というのが今の経済の中心になってますよね。ちょっと僕もどのぐらいの比率を占めてるのかわからないんですけども、グローバル企業というのは日本の労働者の賃金が安くなっても構わないんです。でそれは、昔であればね、日本の労働者が日本の消費者ですから、日本国内での消費を前提にした経済活動であれば、日本の労働者がお金を持ってないと買ってくれないわけで、そこを考慮せざるを得なかったんですけども、今はグローバル企業は輸出、例えばトヨタを見てみたら分かるけど、国内の市場だけじゃなくて世界中の市場を睨んでどんだけ安くできるかというのを考えてますから、日本の労働者が、貧乏になっても構わない。だから非正規をどんどん増やして所得水準が落ちても構わないんですよね。でその意味から言うと、グローバル企業は日本が政治的な力、影響力を国際的に広げて市場を開拓してくれる方を望む。で、円滑な、どこの国とも仲良くしてという、そういう状態よりも国家が集中的にいくつかのところに出て行って原発を売りつけるとか、市場を開拓するっていう、そういうのに自分の経済活動に直接協力せえというのが今の動きかな。で国内では減税せえというのがグローバル企業の動きで、ただまあ例外的にはベアをせえということですよね。でそれは一定の多分効果はあるけども、今でもベアの対象になる労働者というのは全体の労働者の半分ぐらいになってるわけで、しかもそれのうちでベアがされるのが一定はあるでしょうけども、昔ほどの影響はないので、やっぱり人気取り政策という範囲にとどまるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、そこで政府の経済に対するこう統制なんていうのがかかってくるってことについては、自由な企業活動を国が制約してくるっていうことについては、そんなに困ったことではなくて、それは国と一体化して、使えるところは国を使っていきましょうっていう、そういう思考なんですね。そうですね。だからTPP 見てみたら分かるんだけども、大手の企業はともかく外へ輸出できるようなことだけ考えて、国内の、生産者が例えば農民にしても、自由に向こうが入ってくることで滅んでも別に俺たちはいいやっていうふうに思ってるわけですから、そこの構造がね、産業の中でも、トップのグローバル企業とそれ以外のところ、それから中小の業者とやっぱり全然その利害が違ってきてるんだと。森田と申します。今日は割と軍事的に、ミリタリー的な、割と細かい話で、専門的なところから国際政治まで幅広く教えていただきたいと思います。それで、一点ちょっと気になるところをお伺いしたいんですけども、集団的安全保障の問題っていうのは、イラク戦争の小泉政権の時にもですね、同様に、出てきた、特措法とかっていう、その時はそういう話になったと思うんですけど、それがですね、今回 の安倍政権とですね、小泉政権、小泉さんはどちらかというと新自由主義的なバックグラウンドを持っていると言われていると思うんですけど、やっぱりちょっと動きがですね、明らかにちょっと違うかなっていうね、同じ自民党保守の中でも。で、そこ の違いっていうのは、これは単なるその表に出る、表現の違いなのか、その本質的にですね、そこは違うのか、こういうふうに安倍っていう、2人の指導者だけじゃなくて、バックグラウンドにあるですね、支持団体、あるいは産業界、この辺のところも微妙に違うような気がしてるんですけども、この2つっていうのは、今後、相入れるものなのか、あるいはどこかでやっぱそこは闘争が起こってくるのか、
まあ、できれば目的にはですね、両方ともあのぶつかって自戒してくれればいいと思ってるんですけども、まあ、そうは甘くない、そうはちょっと甘い考えかもしれませんけれど、今後その辺のところが、先ほどあの自民党内にもその意見のズレがあるって言ってるんですけども、どこかでやっぱ手打ちがあって、シャンシャンとなるのか、すぐにどうなるのか、まあ、ちょっと前回の都知事選もちょっと今ひと、なんかいまいちそういう感じがですね、あったのかなって気もしないでもないんですけど、その辺のところで、お考えを申し上げましたら、お聞かせいただきたいです。すいません、それまでちょっと私の守備範囲を超えてしまうので、何とも言えないんですけども、ただね、さっきもちょっと言ったみたいに、自民党内の対立っていうのは、やっぱり親米右翼と、その反米じゃないけども、民族派右翼の対立になってて、民族派右翼の方はイデオロギー氏がすごく強いんですよね。イデオロギー的な側面が前に出て、憲法 何者ぞみたいな、オタクたちが集まってるみたいな感じになってますんで、それは相対的には多分あの小グループだと思うんですけど、今のところでも自民党と政府のトップをそれが全部牛耳ってるっていう形なんですよね。だから場合によってはあんまり突っ走りすぎるとその親米右翼の側に、揺さぶられる可能性はあると思うんですけども、そこのところはそれこそもっと外側に大きな大衆運動がないとコップの中の嵐だけで、両方の間が妥協して終わっちゃうということになると思うんですね。で、小泉さんは僕よく分かりません、はい、あのその上にさらにそのなんで反原発を言うたんやっていうのがね、あの選挙戦略にも関わってくると思うんですけども、ちょっとそこのところは私 あの感知する範囲には入りませんので申し訳ないですが、あのコメントできないということです、はい、やっぱりあのなんとなく私的にはあの、まあ、古見さんは全然別に支持はしあのするわけではないんですけども、まあ、彼的にはやっぱり親米的にですね、あの、まあ、外交的にもあのうまく立ち回って、で、まあ、靖国参拝とかもしてたけど、あるいは、まあ、グルービー拡張もある程度そういうことはするんだろうけど、ある程度そこは表面的で、バックにはなんかね、あの小泉政権新自由主義的なところっていうのは割とその利潤っていうか利得っていうものがはっきりしてたと思うんですね。だけどどうも安倍の方はなんとなく何をその利得としてですね、あの得ようとしているのかっていうのが一つ分からなくて、外交的にも、どうやら、まあ、アメリカも含めて孤立するっていうんで感じがしないでもないんですね。非常にやっぱりこの、この先は安倍政権自体が別に私は心配する必要ないんですけども、行き詰まってくるような気がするんですけども、そこは彼らとしてはどう折り合いをつけていこうとしているのか、まあ、アメリカとの関係が、まあ、あのとりあえずメインだと思うんですけども、やっぱりあくまでこの、まあ、民族主義っていうか親米ではないっていうところを共通したスタンスで思う突っ走るっていうふうに捉えてほしいんですか。今後も突っ走るかどうか予想はできないんですけど、一回お腹が痛くなってやめましたからね、彼ね。で、あのどこまであの頑張るのかわからないですけども、ともかく、まあ、少なくとも靖国についてはああなることが分かってて、アメリカからも何度も言われてて、それでも言ってるわけですよね。でこれでももう一回行ったから在任中は行かないということになって矛を収めるのか、で従軍慰安婦問題についても見直さないということでお茶を濁してしまって、中韓との関係をもうちょっとトーンダウンさせるのか、それともやっぱりあのそのサミットが終わったら、元の木阿弥でまた検証の方は一生懸命するんやとか、どうたら言うて、やっぱりその喧嘩外交を続けるのか、そこのところは今のところまだ見えないですね。だからこれから起こってくることを見る中で彼の基盤の強さとか弱さとかいうのが見えてくるんだと思います。それから運動でその足元を揺さぶるかどうかで決まると思うんで、ほっておけばやっぱり権力持ってますから、イデオロギーの方へダーッと突っ走っていくんですよね。だからそれをやっぱり止める運動がないと行くところまで行くじゃないかなというふうに思います。あの私は大阪で橋本が府知事になってからも痛い目に遭い続けてますけども、ね、それこそ今年の卒業式は口が動いてるかどうか、教職員の口が動いてるかどうか校長報告制というところまで行ったわけで、世も末やなと思いながら あれをしてますけども、あのほっとくとやっぱりそうなる。やっぱりそれを止める運動を作っていくことをやっぱりやっていかなきゃ。もちろん相手の足並みが乱れたらそれに付け入って運動するというので頑張るしかないかなと思ってます。
どうもありがとうございました。私もご同業の高校教員の副立教員です。で、似たようなことですね、先ほどの質問にも関連しますが伺いたいんですが、一つはですね、自衛隊の海外派兵というのが、まあ、比較的最近の話かなと。自衛隊発足の時から空挺部隊がエリート部隊ですよね。で、落山部隊が防衛のために使われることはちょっと考えられないと。で、またいわゆる旧ガイドラインといいますか、最初の改定されたガイドラインで北海道でのソ連侵攻なんていうのは陸上自衛隊が存在理由を作るために要求したんであって、本当の内容はですね、朝鮮半島における米軍の活動への協力ですとか、中東への輸送ラインの船の切断ですとかね、明らかにこう日本以外の日本周辺極東での活動という内容が新たに盛り込まれていたので、もうその段階で一定限度ですが自衛隊の海外活動というものがもう出てきていると、ですからある意味ですね、自衛隊発足以来の、本能というか、執念というか、そういった海外派兵というのはあったのではないかと、その辺ですね、日米安保共同宣言以降のこととどう関連づけて捉えるかということをお伺いしたいのが一つです。もう一つ、宮沢内閣の時に確か答申されて、細川内閣で出てきた防衛問題懇談会って言いましたっけ、いわゆる樋口懇談会ですか、PKO が、自衛隊の役割の一番で、安保を2番目にしたためにアメリカから逆鱗買ってですね、で結局安保最低限でアメリカのための後方支援というふうに押さえつけられたんですが、実は小泉さんを含めてそういった自立論といいますかね、軍事的ないわゆる自主国防論の人たちは結構防衛、旧防衛庁とか自衛隊にもいたであろうし、彼らが今どういう動きをしているのかですね、とりあえず押さえ込まれちゃったみたいですが、小泉さんも実は横須賀の国会議員で、横須賀基地の米軍のセレモニーに一回も行かなかった人です。自主国防論者ですから、首相になっちゃったらコロッと変わってですね、あんなに対米中国やってるわけですが、今後ですね、こういった自主国防論といいますか自衛隊自立論みたいなものがですね、今後どう、出てくるかということで、ちょっとご意見があれば伺いたいということです。お願いします。最初の問題は海外派兵については、やっぱりある規模で行われるようになったのは、特に軍事部隊を出してっていうのはやっぱり湾岸戦争なり、それからカンボジアですよね、その辺が始まりであると思うんです。ただ日本的に言えば自衛隊ができる前およびできた時に朝鮮戦争に掃海艇部隊を出動させて戦車まで出してますから、そういう意味では最初からある意味では結びついていたと言えると思うんですけども、組織的な活動として外へ出だすのはやっぱりその頃かなというふうに思ってます。で、それはやっぱり、海外派兵はできないって言ってたのをだんだん掘り崩しながら、長い間やってきたっていうのは、その通りだろうなっていうふうに思います。それから防衛懇談会は確かにそうなんですよね。でもうちょっと言うと、私の記憶では中曽根政権末に四次防が終わった段階で、独自の軍事戦略を立てようという動きが出てくるんですよね。で、独自核武装も含めてある戦略の練り直しを考えた時期があるんですけども、その段階でも潰れてしまったというか、リアリティがないっていうので潰れちゃうんですよね。で、もちろんその先ほど出てました細川の防衛懇談会も、これ もう PKO の方が優位が順位が高いし、そこで活躍する自衛隊、あとでまた自衛隊の正式任務に入ってくるんですけども、そういうのを出して、アメリカの側がこの時はね、日本の経済界も円をアジアの通貨基軸通貨にしようという動きをしてて、経済的にも、軍事的にもアメリカの傘を離れるんじゃないかという、そういう警戒感を持たれて潰されたという結果があるんですけども、
いずれにしてもその民族派はどこに行ったかって言ったら、その民族派も含めて全部親米民族派や親米右翼なんです。中曽根も含めてやっぱりあの日本の自民党の大半の人たちっていうのは日米安保第一主義で、そこのやっぱり逆鱗に触れてはできないというふうに思ってるんですね。だから今のような動きをしてるんです。で安倍のねあの特殊なところは、アメリカを引きずり回してやれと思ってるところなんです。そこがあの歴代の自民党内閣と全然違うところで、今まで自民党内閣は、アメリカの言う通りやってきて、そこでおこぼれをもらったり、あるいはいい顔できたり、政治的な役割を拡大したりっていうのをそのもとでやってきたんですよね。で、初めてなんです。日本は独自の軍拡やって、尖閣で中国とことを構えてでもやるから、アメリカはそれについてこいよっていう要求を、アメリカに対してやるっていう、こういうことは、かつて例がないんですよね。そういうことが今始まった。その意味では、民族派というか 独自派の動きやというふうにあの思うんですけどね。それぐらいの大きなことを安倍があのやろうとしてる。どのぐらい自覚してるのか分かりませんし、どのぐらい頑張るつもりなのか分かりませんが、今表に見えてるところでは少なくともそういうことなんですよね。だからやっぱりあの日本としては中国と軍事的にことを構えるという、ことをやっぱり、避けないということなんで、石破のねこの先ほど紹介した本に書いてあるんですよね。今あの、日米安保は平和的やと、つまりアメリカは日本を守るのに、日本はアメリカを守るあれはなくて基地提供してるだけ。安倍のじいさんの岸は基地提供してんのとアメリカが日本を守るので、これでパリティなんやというふうに言うたんやけども、息子じゃなくて孫は出来が悪いので、守ってもらうだけで平和的やと思い込んでるわけです。石破もそうなんですけども、それで自衛隊の連中がどう考えてるかって言ったら、石破この中で日本もアメリカを守ったるっていう集団自衛権を踏み込んで認めたら、これで大体やないか、で大体なんやからアメリカにもっと強いことを言えるやろと、中国に対して日本が後ついてきて対決せえっていうのは備えになって初めて言えるんやっていうふうに書いてあるんです。だからそういうふうに多分考えてて、基地提供だけでは肩身が狭いからついていくしかないけれども、大体になったら言いたいことを言わせてもらおうみたいな、で現実にやっぱり中国に対して強い姿勢をアメリカが取って日本の利益になるようにせえという、そういう要求を安倍は持ってると思うんですよ。そこはやっぱり一番大きな違いで警戒をしないといけないところだと思います。それでは次の話。はい、どうもありがとうございました。今日ですね、あのユーストリームと、ツイキャスをやっていて、そこで質問がありましたので、お願いします。はい、1つ目がですね、原発のテロ対策の件なんですが、まあ、あの原発のテロ対策をどう考えですかというのと、まあ、同じように原発についてその軍事的に考えてミサイル攻撃っていうのは可能ですかと。で、まあ、アジアのどこかから攻撃されることはないかもしれないですが、まあ、そういうことは実際起こりうるのかというようなことじゃないかと思います。それともう一つ、民族右翼を後押ししているのは誰だと、政府官僚と資本家なんでしょうかねという質問があるんですが、分からないでお答えいただければと思います。お願いします。すいません、なかなか高校の教師が全部答えられる内容じゃないと思うんで、ちょっとあのもしもインターネット見てる方もあんまりあの大きく見損なわないでいただきたいんですけども、はい、でもまあ考えだけちょっと言わせていただきます。まず原発テロ対策というのは、原発止めなさいよという方が先やと思います。もう事故が起こって原因も分からずに、東日本のかなりの地域は放射能まみれになってて、まだあの避難してる人がものすごくたくさんいる状態で、原発が攻撃されるかも分からへんって言うんやったら、もう動かさないのがいいですよね。これもうはっきりしてると思います。はい、で
ミサイルで攻撃することはアメリカ軍は可能やと思いますよ。だから兵器の種類によるわけで、多分北朝鮮から撃っても、原発に当たるようなミサイルというのは、精度の問題で無理やと思うんですけども、精度の高いミサイルを持っているアメリカ軍、になれば、それはできへんことはないでしょうと、いうことになるわけですが、でもそれよりもそんな、ね、攻撃されたらそこら中が放射能まみれになるようなそういう装置はやめましょうよっていうのが正直なところです。私の近くの若さも原発が十数基ありますけども、それは福島のようにお釜の蓋が開いたらもう住んでられなくなりますから、何としてもまだ動いてないですけども、動くのはやめさせたいなっていうふうに思っております。それから民族欲を後押ししてるのはっていうのはちょっとわからないですね。わからないというのはさっき言ったみたいに財界がね、やっぱり民族的な傾向強くなっているというのはそうですし、それからもう一つは安倍そのものが野党になった時に自民党はね、右によることで求心力を維持したんです。だから、自民党の旧来の穏健派と言ったら穏健派がおったかどうか分かりませんけども、ともかく国民政党と称していろんな層の利害を代表してた部分っていうのは野党になった時に実は、失速して弱くなったんですよ。でその時期にイデオロギッシュな、右翼の部分が結束を強めて、で憲法の改革草案とか作って自民の中を支配したのがそのまま政権に返り咲いたっていうのが今の、状態なんで、それがやっぱり、極右的な部分が大きな顔をしてるというのになると思います。それからマスコミの影響も大きいと思いますけども、ああいう安倍的なものにやっぱり今の日本の在り方に不満を感じてる若い人で、そういう人たちを、安倍的なものに誘導しちゃってるみたいなところがありますよね。でそこに何かあるんじゃないかみたいな勘違いをして若い人が期待を持ったりっていう事態は起こってると思うんで、そこについてはやっぱり今そうではないんだと、これは僕らの世代の責任だと思いますけども、やっぱり若い人に、僕らからいろいろ話をして理解を、お互いにしていくというふうに、持っていかなあかんのではないかなと思います。以上です。今日はありがとうございました。石田と申します。安倍政権の、ね、エネルギー政策なんですけども、核燃料サイクルは手放さないと、また進めるというふうに、改めて言ってるわけなんですが、これはやっぱり核武装路線を捨てないためにそれを維持するというふうな思考なんでしょうか。これもなかなか難しいことを、お答えしないといけないんですけど、まずね、多分今僕の考えなんですけども、今直接的には、核燃料サイクルを放棄しますって言うたら、原発回らなくなるっていうのは、核燃料を再処理してそれをもう一回回して、使いますという約束で青森に全部使用済み燃料を回してるんですよ。でそれが回らなくてあそこがゴミ捨て場になるんだから、どこも使用済み核燃料を引き取るところなんかなくなってしまう。でそうすると今も各原発のサイトは使用済み燃料がほとんど満杯状態ですから、それをどうすんねんという問題が出てきて、まあ、自民党がずっとやってきた政策なんですけども、核のゴミはもう一回再利用できますよっていう嘘で、彼らは日本の原発を回してきたわけで、それがなくなりましたって言うから、トイレのないマンションのトイレはどうするんやということで、もうたちまち身動きが多分できなくなるというので、それがまず第一番目の、やと思います。特に原発関係の官僚どもはもうそれをまず一番に思っている。で、まあ、もちろん安倍的に言えば日本が核武装をするというのは考えてはおるでしょうから、原発はそのために、まあある方がいいというふうに思っていると思うんですが、ただ日本の原発はね、使用済み核燃料も含めてプルトニウムの管理には結構アメリカの傘がかかってるんですよね。
トルコへの輸出は若干その抜け道がすごく大きいみたいですけど、国内の核燃料については、アメリカの感じの目をなかなか逃れられないんで、それからすぐに、核兵器にごまかしてというのは難しいと思うんです。だからアメリカと正面切って喧嘩をするつもりでないと、核武装の道っていうのは多分すぐにはできない。で、まあ核武装を目指すっていうことになったら、アメリカとも手を切って、睨み合いになるのは間違いないですから、それをやるだけの度胸は多分今の日本の支配者にはない。密かに、物的な準備として、まあ、置いとこうかっていうのはあると思うんですけども、そこまでの衝動力はないんじゃないかというふうに私は思っています。どうも、神谷です。今日は分的にも非常に具体的な話でリアルな話を聞かせていただいて勉強になりました。ありがとうございます。それで基本的なところ2つばかし教えていただきたいなと思って手挙げちゃったんですけど、そうですね、一つはその安倍の思惑っていうのとアメリカの思惑っていうのに、まあ、ズレがあるというようなお話で、まあ、明らかにそうだろうなと思うんですけれども、その点についてそのアメリカ側っていうのは今後どういうふうにしていくつもりなのか、その集団的自衛権だけ認めさせておいてポイってこうしてるつもりなのかよくわからないんですけど、そんなのがちょっとお分かりでしたらと。でもう一つは軍事的な側面でそのグレーゾーン自体ってやつですね。まあなるほど、そういうことで来るのかっていうのは分かる気がするんですけれども、聞き慣れない言葉でおそらく海外なんかでもそういう言葉で何かしてるっていうことはなんかないんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっとそのグレーゾーン自体って一体何なのかっていうのがリアルに分かるといいななんて思ったんですけれども、いかがでしょうか。多分アメリカ側の今後の思惑というのは、まだ道筋が何もついてないと思うんです。少なくともその大きな戦略で言えば、アジアで中国の言うことを聞かせるためには、アメリカ、日本、韓国というのが共同歩調で動かないといけない。それからアジア全体に影響を及ぼすためには中国も含めてある共存の体制を作らないといけない。例えば TPP にしてもね、いろんな問題でそこのところでアメリカが、支配のリーダーシップ握るようなそういう構図を作りたいと思ってるんですけども、先ほど言いましたように1月 の大統領一般教書でそこは何も書けなかったというのが今の現状を表している。まあもちろんオバマも末期になってて国内向けになってるんですよね。だから目がほとんど国内に向いてるんでそうだというのはあるんだけども、少なくともアジア外交で成果を上げるそういうようなものが、ないというのは間違いない。でただね、軍事筋はね、さっきも言いましたよね、それとは別に日韓がある程度対立してても日本からは取れるだけ取ってやろうというのはあり得る話で、だから秋にガイドラインの話とは集団自衛権のところで日本の自衛官がアメリカの空母を防衛してくれるんやったらそれ OK よ。でも尖閣へ行くのは嫌よというそういう そのどこで落とすかというせめぎ合いはやるかもわかりませんね。そこは何とも言えない。アメリカの場合軍部筋は若干政府筋と違う動きをすることがあり得るんで、そこは何とも言えないかなという、だから大きな絵としては書けない局面はまだ出していないと思います。グレーゾーン自体はね、よく分かりませんが、ともかく今表で見ている限りは全部手順書を作ってそれでいけるように法改正をしたい。で例えば、領空侵犯の場合には、領空侵犯だと日本の戦闘機飛んでいきますよね。で飛んでいってお前は入っているぞというので警告をして、で捕まえるつもりであればついてこいという国際的な信号を送ってついてこさせるんですよね。ついてけへんときはどうすんねんっていうのは実は今、決まってないらしい。で、国によっては言うこと聞かんかったら前に前方に射撃をするとかそういうのがルール化されてるんですけども、
そういうのはもう全部ルール化して、現場の判断間違ったら現場が責任追及されるんで、もう決めてしまえというふうに考えているのがどうもあるみたい。だから潜水艦が日本の領海を潜ったまま行った場合にはやっぱり無害航行じゃないから、出て行けと言うて出て行けへん時には、何らかの対応すると、例えば離れたところに機雷を落とすとかね、あるいは、ソナー、まあ、一番最初にするのは多分ソナーだと思うんです。ソナーバーンってやったらこの部屋でスピーカーギャーってなるのと同じなんですよ。下におる潜水艦は、ああ見つかったっていうのは分かるわけで、そんなのをするとか、いくつかの法的な手段をなんか決めておきたいみたいなこと。だから尖閣について言えば、漁船がいっぱいやってきたらどう対応するとか、その時には容器来すぎたら自衛艦が出て行って蹴散らすとか、なんとかそんな対応を全部決めていきたいというのはグレーゾーンにしたい。で、一番危ないなっていうのが、先制攻撃をされた時には法的処置が取れないから現場の判断で何でもできるようにする。今でも対空ミサイルの指揮官には一定そういう権限が与えられてるんですけども、だから現場の判断で戦闘行為が始めてもいいような、そういう法改正をする。これ PKO 問題です。撃たれた時に自分が撃たれたから自衛するっていうんじゃなくて、周りの状況を見てこれは撃ち返さなあかんと思ったらそこら中撃ってよろしいみたいな、そういう判断ができるようにするっていうようなことを考えてるんだ。だから今まではグレーゾーンっていうと、もう基本的には手出しできなかったところをやってもよろしいというふうにするのがグレーゾーン自体とかマイナー自衛権とかいう、そういうところやと思います。はい、藤木です。まあ、これこの安倍の、まあ、構想ですね、これをこう正当化しているのが、中国の脅威というね、中国の軍事力の脅威とか、それでその、まあ、マスコミなんかでも、もう今度は全人代でこれだけまだ増やしたとかね、そういうふうに言ってるんですけども、その中国 の軍事力というのをのレベルというかね、その辺のところがちょっとよく分からなくて、どういうふうに見たらいいかな。ちょっとすいません、ちょっと私のそのフォルダーの中国の軍事力というのもあるんですけど、そこの中でそれが入ってるフォルダー、ちょっと、もう一つ。すいません、一つは、今週号のニュースウィーク、中国軍の巨像という特集になってて、これは全体を扱ってるわけじゃないですが、ある、中国軍の報道のされ方について、揶揄をして巨像だというふうに、言うてます。で、これはこれで ある側面をついてると思う。で、私いろんな、あれを報道を見たんですけども、どちらかというと中国の脅威っていうのを強調するのはよっぽどの、イデオロギーした部分か、それとも、防衛庁筋の一部かな。自衛隊はアメリカ軍も含めれば、対中を優位していると思ってます。で、日本のかなりの部分も、そこのところはそういうふうに思ってて、中国はすごい脅威であるというふうには現状では考えていないです。でそれはちゃんと理由があるわけで、少しこれはね、中国の軍事力っていう報告書がアメリカでは毎年出ます。でそれから作った表で軍事研究っていうオタクしか見ない雑誌の中で、このどれぐらいですかね、7ヶ月か8ヶ月、中国軍の軍事力が特集でなってるんですけども、それを少し抜粋したものです。見にくいですけども、要するにね、中国って広いですよね。だから陸上兵力も多いですし、そんだけ陸上兵力を維持するために金もかかるんですよね。で中国は昔と比べると、最新鋭の戦闘機とかが、増えてきてます。
で軍艦についても、かなり新しいものが増えてきてるのは間違いないです。でも現状でも、多分日米を考えれば優位かなというふうに、思っています。で例えばね、これ、第4世代以降の戦闘機数ってあるんだ、中国の戦闘機数とかいうの全部合わせたら、こっちの数字になるんだよね、どれ中国で海兵隊飛行機2600機とか今になるんですよ。でも古い飛行機はほとんどもう戦闘では役に立たないですから、いわゆる今、第4世代の戦闘機っていうのが、実用上、の戦闘機ですね。でそれが、これ670機ぐらい、なんですよ。で日本は同じ 第4世代の飛行機を300機ぐらい持ってるんですよ。だからこの広い中国全体で640機ぐらいしかない、70機ぐらいしかないところ、日本は、300機と。そして日本周辺の 米軍が、実は200機、そして第7艦隊が、第7艦隊と在韓米軍が、90機ぐらい。これだけでだから600機ですから、中国全土にいる第4世代の航空機とほとんど同じなんですね。これをどうカウントするのか分かりませんが、韓国にはさらに韓国空軍が第4世代200機いますので、そういう意味で言えば中国の方がかなり、広いところに点在してるから、ある意味では脅威を感じてるかなというふうに思っています。こんな尖閣のこんなところでやり合うというのであれば、すごい不利に思うんじゃないかと思います。それからもう一つはね、決定的な問題は、ここには出てこないんですが、さっき言ったね、空中管制機というレーダーを積んだ航空機をどんだけ持ってるねんというのが問題なんです。で例えば、両国がこの尖閣の付近にしてもどっかこの洋上にしても、両方もし戦闘機を出すような事態になったらどういうことになるかって言ったら、日本の方は、E2C というのと、E3 というのと、結構そのレーダー管制機をたくさん持ってるんです。でこれ600キロぐらいの、範囲をカバーしますので、一機でこれぐらいですよね、沖縄周辺のところを、全部カバーできるぐらいので、一つで300ぐらいの航空機の管制できるというふうに言われてるんですけども、それぐらいの、やつを大型のやつは数機、小型のやつは、十数機あったと思うんですが持ってて、それでその要するに公海上の制空権というかレーダーコントロールできるんですよね。で中国は4機しかない。でそれを、はあ、ちょっと能力も低いですけど、どこへ飛ばしましょうかっていう問題になってきて、結局ね、その電子的な性能でそこの空中管制機の能力は中国の方がはるかに遅れてるので、もしも戦闘するというような事態になれば、もう制空権は圧倒的に日米の側の有利になったというふうに思われます。それからもう一つはね、海軍なんですが、海軍はね、空母がありますよね、ソ連製の空母の中古品をウクライナがもらって、それを売ってもらったというやつがあるんですけど、遼寧というやつなんですが、4万トンぐらいの空母がありますが、多分、今、空母というのがどんなものかというのを試している状態だと思うんです。で将来的には、ジェット戦闘機を乗せてある戦力になるかもしれませんけども、中国が、なんていうんですか、海洋型の海海洋を行動できるような艦隊になるのにはまだまだ時間がかかる、いうふうに、言われています。一番典型的な事例はね、ペルシャ湾 の海賊対策に中国も、軍艦出してるんですけども、実は中国は海洋をあんまり行動したことないんです。で、あの辺の、ところに軍艦と輸送艦を出したんですが、ほとんど初めての経験だったので、輸送艦の中に積んでいくべきものが分からなくて、向こうで物がなくて、兵員が不満が爆発して、
コントロールできへんかったという報道があるんですけども、ともかく海外行動のノウハウがほとんどないというのが中国海軍の状態 でよく見たら分かると思うんですけども、中国ってこのラインで完全にブロックされてるんですよ。だからここから外へ出て太平洋の広いところを行動するということがほとんどないんですよね。だからその経験がなければ海洋で行動することは非常に難しいので、船は確かに増えてきてるんですけども、まだまだ力では、いかないということです。それからね、1月からの過程で僕も認識改めたんですけども、日本の空母、日本はヘリ空母しか持ってないっていうんですけども、新しく出雲っていう、のを今作ってます。ヘリコプターを十数機乗せれるっていう、そういう風になってるんですけども、でもね、思って考えたら、その船2万トンなんです。満載排水量2万6千トンで、って考えると、私の世代は旧日本、連合艦隊に主力、加賀、赤城、総流、飛龍、随格、昇格っていうのを落とし入れした方は知ってますよね。飛龍がね、2万トンだったんですよ。で、随格が2万6000トンぐらいですから、今あるヘリ空母っていうのは、実は当時ゼロ戦とかを6、70機乗してた空母とほとんど同じ大きさのものなんですよね。で、さらにこれから多分日本は正式の空母も含めて動いていくと思うんですが、すでにでもそういうぐらいの大きさの船を、昔は駆逐艦ばっかり集めてたんですけども、そういうぐらいの船を運用して、海外に行動できるような、そういう海軍になってきてるっていうのは、日本の側の方もちょっと認識しておかなきゃいけないかなっていうふうに思います。以上です。ありがとうございます。それではそろそろ最後の質問とさせていただきたいんですが、先ほど手を挙げていらっしゃった方で最後で大丈夫でしょうか。他にもご質問されたい方。はい、じゃあ、ちょっと今の質問とも重複しちゃうんですけれども、ですね、まあ中国のサイドとして、軍事的なものとしては今の話だと思うんですけれども、政治的なサイドとして、今は習近平国家の体制になっているんですけれども、一部の観測で、どうも中国の共産党指導部が、人民解放軍をですね、もう制御しきれなくなっているんじゃないかと。で、人民解放軍の中には、もう日本とですね、開戦を望むところっていう勢力が、あって、一部にそういう退役とか現役の将校とか出てきて、結構言いたいほど、言いたいこと言ってますし、で、中国の結構ミニブログとか見るっていうと、確かにその軍事的なハイテクでは、今おっしゃった通り、日本には負けてるんですけど、弾道ミサイル、彼は東風ミサイルっていうか、そういうやつの何種類も射程によって持ってて、でそいつはもう東京を含めて日本の主要都市に全て照準が定められてて、もちろん在日米軍基地とかにも照準が定められてて、そいつをぶっ壊したら日本に楽勝だったっていう、それは非常に極論なんですけども、やっぱりその軍部っていうのが、やっぱりその辺を中国の今後の防衛政策、とかにもですね、非常に大きな影響力を持っているようになって、そこはちょっと中央政府と関係でですね、どうなっているのかっていうところが、ちょっと非常に必要であると思うんですけども、その辺のところっていうのもしお考えあったら聞かせていただきたいんですけど。すいません、中国軍 の政治的動向については僕ちょっと判断をするあれは持っていません。もちろん一部に不満を持っている人は多いと思うんですけども、基本的には旧共産圏の軍というのは国の軍じゃないんですよね。党の軍ですから、もともと中国についても、その党の軍として発足してっていう、だからコントロールは基本的に政治指導部が握ってるという、そっちが肥大化しすぎて北朝鮮なんかは軍の方が支配してるんじゃないかと言われてますけども、そういうあれで旧ソ連なんかを見るともう党に忠実な軍隊っていう、形ですし、中国の方も若干異論というんですかはありますけども、まだコントロール下にあって、でそんな、暴走したり中央政府のあれをひっくり返すような状況は感じられないなというふうに思っています。でもちろん最初に言いましたように、核ミサイルを持ってますから、だからそれについては日本は全然対応できないわけ でそれについての対応は、もしも核ミサイルが飛んできたらアメリカを撃ち返せねえと、
逆に言ったら日本は滅んで中国も滅んでアメリカだけ生き残るのかなという感じはあるんですけども、それでまあ抑止してる。で確かに核戦争の敷居はすごく高いですから、核兵器を使うことそのものは、すごくまあ難しく、なってるかなというふうに思います。それからもう一つは中国の軍事指導部というか、まあ政治指導部が対日全面戦争とかそんなのを目標にしていない。で中国よくね、絵に出てくるのは中国は第一海洋線、このラインを越えて太平洋に出てグアムぐらいまで進出することを考えていると、党でそんな方針決めたぞというふうに、よく報道されるんですが、どうも違うんじゃないかな。つまりね、完全にブロックされてるんですよ、琉球とこれとでね。で中国にとって、まあ、そのブロックされて閉じ込められているのをなんとか外に出て行動をするような、そういう海軍になりたいなというのが一般的目標で、ブロックされた状態からなんとか脱出したいというので、この支配権を全部取るなんていう、そういうのは全然考えていない、のだと思います。だからその意味では中国の軍事政策についての日本での報道のされ方がやっぱり歪んでるんじゃないかなと。ちょっと僕もここあんまり深くやってないんですけども、そういう感じが。だからこの本の中でも中国の軍事政策は部分部分限定的、これは取ろうとかこれはもういいとかいうような形でやってますよというふうに報道されてますけども、そういう面が強いんじゃないかなっていう。すみません、もう一つ質問があったんですが、京都に京丹後市のところに今米軍のレーダー基地の建設があるんですけれども、この点について何か、お考えがあればお聞かせ願いたいということでしたのでお願いいたします。すみません、X 版のレーダーを京丹後のところに作るという話は、知ってはおりますけども、それ以上の情報は持っていません。でここに置くのは基本的には、日本海を通るようなミサイルを検知するということですから、まあ、明確に北朝鮮、それから中国の、アメリカ本土を狙うミサイルもそうなので、この辺のところに対応するための、もんやとでいうことは分かりますし、まあ、アメリカが、情報を取るために日本に新しい基地を作っているということしか分かりません。はい、はい、秘密保護法を考える市民の会の桜上です。私の方からですね、まあ、先ほどビジネスの青木さんからこの間の、ね、市民の会の経緯についてもお話しいただいたんですけども、まあ、とりあえずちょっと現状で、本当に直近になりますけども、どんなことをやろうとしたかというのをちょっとご紹介したいのと、まあ、せっかくですので、ちょっとあと、吉田さんからも、コメントいただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それで、まあ市民通報法を考える市民の会はもともとは脱原発、ね、団体が母体になってまして、まあ、秘密の問題というのは、まあ、原発の問題とも直接絡み関係しているということで、始まったんですけども、ただやっぱり始まってみるとその、単に秘密保護法だけの問題ではなくて、今日紹介があったようにその安倍政権の、まあ、全面的ないろいろな動きの中で、秘密保護法もあるということで、単にこれだけでは済まないということがだんだん出てきました。まあ、正月明けて、まあ、秘密保護法 の, その適用の仕方について一つ議論にはなるんですけども、その中で、集団的自衛権の問題が出てきて、そして今武器質の問題が出てきているという状態だと思います。でこの集団的自衛権の問題、それから武器質の問題については、まず一つ周知活動、まあ、私たちの勉強しながらって感じになるんですけども、やろうということで、先ほど紹介あったシール貼り投票をやったんですね。で、まあ、川崎とかあと巣鴨とか何か所かでやったんですけども、まあ、集団的自衛権の問題でいうと、川崎で、結構、300人以上の方がやっていただいて、結構衝撃的な結果が出ましてですね、賛成が100名ぐらいですかね、で反対が150
だから、賛成と、まあ、この手のやつは大体反対が多く出るんですけども、それでも賛成の方がそれだけいたと、まあ結構その革新的にとにかくね、自衛を制なければならないみたいな形で張っていかれた方もいるし、あるいはおそらくその集団的自衛権という言葉で、その何て言うかな、その、今日の話もあったりですね、まあ、侵略戦争をやる口実というのではなくて、まあ、集団でやっぱり日本を守らなきゃいけない、ね、まあ、アメリカも守ってくれてる、んだから日本も、まあ、お互い守らなきゃいけないみたいなですね、そういう非常に言葉から来る感覚だけで賛成をされている方も多かったのではないかということですけども、まあ、それでもそんな数が出たというのは一つの事実だと思います。その一方で武器輸出の問題について言うと実は、昨日ですか、昨日やったばかりですね、菅野で、まずやったんですけども、そうするとやっぱ圧倒的に反対です。賛成が40ぐらいで反対が270とかそれぐらいですからね、まあ、武器輸出に賛成するってなかなか考えてみると賛成するなんていうかな、理由っていうのはあまりなさそうな気もするんですけども、あとまあやっぱり、武器輸出っていうのは、まあ、そのまま言葉通り の実態ですので分かりやすいということもあったと思うんですけども、ただそんな中で今後の動きとしてはもう武器輸出については今月中にも閣議決定で済ませてしまって、というような動きになっていると思います。その後また集団的自衛権の問題が、ただ当初は4月中とかね、5月中とか言われてたのがもうちょっと伸びそうだと、で先ほどの話もあったようにですね、まあ、ちょっと親米右翼の方が、やや懸念を示しているということだと思います。ただその先について、今日もお話があったかもしれないですけども、そのタイムリミット的なね、やっぱり向こう側の立てている、まあ、これはこの時点までには何とか仕上げて動かなきゃいけないみたいな動きもあると思いますので、ちょっとその辺 のタイムリミット的な見通しと、あとやっぱり運動側の観点で、今後やっぱりどういった取り組みが必要なのかですね、についてはぜひちょっとコメントをまたいただきますけど、すみません。で今後については今まあシール貼りをやっている関係では、その武器輸出の問題についてはやっぱり早急にみんなに取り組んでくださいということで呼びかけてまして、これについては、川崎の市民の会の皆さんとか、あと世田谷の、グループとかですね、あと茅ヶ崎ですね、でも取り組まれてますし、あと集団的自衛権でも今いくつか、シール貼り投票みたいな形で取り組まれていると思いますので、週明け、ちょっと今のところ予定では25日の火曜日になるんですけども、まあ、そういった人たちの、結果を持ち寄って、記者会見を、ね、やろうか、あるいはその場でまた議員回りを、やろうか、まあ、早ければ28日にも閣議決定ということになってますので、まあ、その場にできるかことをやろうという形で、準備をしております。でまたそのものについても、やや向こう側の次から次へという動きにこうややこちらが、次はこれだ次はこれだという形の動きにどうしてもなっているんですけども、まあ、一点もうちょっと、先を見据えた見据えた形での動きもできたらなというふうに思っています。まあ、その意味も含めてちょっと今後の運動のありようについてですね、ちょっとコメントをいただければと思います。すいません、運動のありようについてコメントを、するのはなかなか役不足かなというふうに思っています。と言いますのは、去年、私は君が代で町会を処分を食らって大阪でザという町会クラスター11人と一緒に人事委員会闘争とか裁判闘争とかやってて、そちらの方にかなり勢力を取られているので、なかなかその、平和運動っていうのが難しい、僕自身についてはね、状態で、それから恥ずかしい話なんですが、去年その秘密保護法で、東京で頑張ってた頃に大阪は何の動きもなくて、で特に、東京で大規模な集会には一応日教組系の一部が動いて参加したと思うんですけども、その大阪の日教組系ないしは連合系の組合はそれの紹介もしないという状態で、
何にも批判活動しないまま終わってる。で、今の事態についても市民運動がようやく集団自衛権について問題にして考えていかなあかんなっていう状態になってるんで、やっぱりそれを、目に見える形の運動にするっていうのが多分今後の課題になってくると思うんです。だから先ほど集団自衛権について、なんか、賛成が結構多いっていうのの原因が何なのかっていうところをやっぱりちょっと、実際にいろんな人と話をする中でそれの分析をしてどういう宣伝の仕方をしたら入るのかっていうのを、やっていかなあかんっていうのを僕もどう言うたら、分かってもらえるのかっていうのをやっぱり、考えながら宣伝をしたり行動を呼びかけるか。で、行動については東京シールハリとかいろんな行動もせっせと、やっていただいてるんですけども、大阪なかなかそこまで、特に国会が近くにないからなかなかその東京の動きを見てるみたいな形になってるんで、大阪的にはなんとか、それなりの規模の集会とかそんなんを、積み上げていくしかないかなという、あとはもうその宣伝をしていくしかないかなというふうに思ってるんですけども、やっぱり新聞とかでも目に見える形で反対の声が姿が見えるようになってくるとだんだん、変わってくると思うんですね。で、4月に、出てきますよね、答申。きっともうエグい答申が出ると思うんです。だからその答申を叩いてどうすんのっていう、その今日の話も具体的にはこういうことですよっていう話をしたと思いますが、答申もそのまま現実に置き換えるとこういうことでこんなんでええんかという宣伝をやっぱり広げていく中で、みんなそれはあかんやないかという声をやっていかないと、なんか言葉だけの空中戦では特に若い人にはなかなか分かってもらえないのかなということで、いろんなところで喋るときには僕も具体的な姿で喋るようにしてますんで、今日の話なんかも参考にどうなんねんっていうのをやっぱり具体的な話でしていただいた方がいいかなというふうに思う。で、多分国会は6月か、ぐらいまでの間で、早ければその頃に閣議決定と、まあでも内部で不満が出てるからもうちょっと後かも分からへんですけども、9月の国会には自衛隊法の改正とか、海外派兵法の関係とかもう法律で出すつもりでおりますん で、 でそれを受けた形で自衛隊法も改正しましたから、共同自衛権、集団自衛権 OK ですというので、アメリカとガイドラインの改定の話を秋口から冬にかけてやるつもりなんで、だから勝負はこの今から、そのぐらいまでということになると思います。 で、 できるどんだけみんなに分かってもらうかっていう、ね、昔みたいな社会党があって反対運動が形としてあったらみんな あれはあかんのかとかええのかというのは分かりますけども、はっきり言って民主党が壊滅して以降対比になるものがないですから、そういう意味では自民党の中の新米争いだけが表で出ている状況なんで、やっぱり市民運動が一歩一歩頑張って姿をみんなに見てもらうしかないのかなっていう、あんまり参考になりませんが、私自身はそんなふうに思ってます。ありがとうございました。一方側は綺麗な言葉、表面上綺麗な言葉といいますか、自衛であったり積極的平和主義であったり、そういった言葉を使っていますけれども、おっしゃっていただきましたように具体的な言葉は私たちの言葉で語って対抗していきましょう。本日は本当にありがとうございました。